チポチ。だって一回自分の方で一回これ確認しないといけないんだろ、毎度毎度。そう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 。で、ちゃんと配信できてるかなって言って、これ毎度確認するんですよ。そうそうそう、私もやってる。これはマジで一番重要かもしれないですからね、配信大丈夫かなって最初。始めてるつもりで始まってないことあるからな。そう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 。だからみんなの聞こえてるよっていう声で、ああよかったって。そう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 。そうそうそう。ああ、お茶があったけ。こんばんは。聞こえてる？始まったから。ちょっと待って。私の。あら、待って、俺の方始まってるか？あ、待って、あ、大丈夫だ。大丈夫だ。あ、大丈夫、大丈夫。あ、よかった、よかった。みんな俺の方も聞こえてるわ。よかった。こんばんは、どうも、皆様、こんばんは。聞こえておりますね。大丈夫そうですね。聞こえてるかな？よかった、よかった。穏やかな雰囲気。いやー、どうも、皆様。ワンナップしてんね、シンでございます。そして、ナギです。よろしくお願いします。お願いします。いやー、ダミー。手が超冷て。いや、本当に。いや、もう、ちゃんと温めとかなきゃ。うん。そう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 。手がね、かじかんでやばいんでね。そう。あの、まあ、音量とか、ね、音量とか大丈夫ですか？音量大丈夫？あの、そう、大丈夫かな、なぎちゃん先生の方。あの、ちょっとね。今言ったなぎちゃん先生が新しい配信方法を、そうそうそう、あの、ぶっちゃけ本番？ぶっつけ本番か。そうそうそう。やり始めたから。あの、音が、声がでかいとか、あの、原神の音全然聞こえねえよとかあったら教えてください。うんうん、よろしくお願いします。教えていただければ。はい。はい、お願いします。お願いします。ちょっと待ってね。はい。ライトの鼓動が聞こえてきます。よし、これで大丈夫かな。かな。よし。よし。じゃあちょっと給湯時からちょっと一周やらせてもらっていいですか。いきますか。ちょっとやらせてください。まあ、ウォーミングアップよ。あ、ウォーミングアップでちょっと一周やってみようか。うんうん。配信慣れ。昨日みたいな感じでね。そう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 。いけたらいいんだけどね。配信慣れしとこ。そう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 、配信バフをね、いただいてね。そうそうそう、さあ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 、お辞儀一回、オッケー、オッケーオッケー、えらい、いいよ、ここだ、リング、ちょっと安全に行きやす、はい、お願いします。遅いかもしれんけど、ほい、オッケー、オッケー、ナイス、え、オッケー、よしよしよし、大丈夫だね、あ、いいよ、う、いいよいいよ。ちょっと待ってね。はい。名前変えるわ。名前変えるわ。何になる、大体。本番クソシーン。あ、いや、ダメ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 。よし、本番クソシーン参ります、今日。ダメ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 。ダメですか？言霊になるから。とかの方がいいですか？言霊になるから、ダメダメダメ。あの、言霊ってあるからね。言霊、うん、うん。そう。ダメ。だからね。現実になっちゃう。言った言葉が本当になるからね。そう。うん、ダメダメダメ。キンクキンク。ここまで。じゃんけん。じゃんけん。はい。オッケー。あ、いいよ。さあ、一発でいけるか。あ、やべ、スキル当たんなかった。いや、いけるいける。いける一発で。無駄だ。ナイス回信。あ、いいよ。オッケー。ナイス。任せてもろて。素晴らしい。でしょ？おめな。もっと褒めな。さすが。よし、オッケー。聞こえましたね、全部。3回今聞こえたんで、アレフの断末魔が。そう。ブルルン。あ、これもあれだね。本番始める前にちょっと見ておかないといけないね。だね。倒した後にちゃんと。そうそう、倒した後に。ちょっと忘れてたか、俺さっきまで。オッケー。さあ、パンチ。おい、オッケー。え？ショックー。何に当たった？パンチ。あれ、今俺避けれなかったか、ちゃんと。マジか。いや、でも B シャップぐらいならいけるか。大丈夫か。よろしくお願いします。お願いします。頑張る。ちょっとやっぱほら、名前変えるからそういうことになるんだって。いや、よろしくお願いします。戻して、ね、名前戻しなさい。あ、ホールケースだからいけるいける。名前戻しなさい、ほんと。あかんよ。あれ、俺今回答してたよな。あれ、ちょっと待って、ちょっと待って。俺今回避行動してたら、俺ちょっと自分の配信で今見てみよう。やばいな、これ時間かかっちゃうから、やり直す方が早いんじゃないか。待って、当たっちゃった、ごめん。あれか、今いや、死んだ方が早いんじゃないかって思って、やっちゃった的な感じ今の、それ。待って、俺今死んでねえわ、これ死んでねえ。わざとじゃない。
やばい、もう、ほら、もう。やばい、やばい、あの、名前ちゃんとしてた方がいいな、ちゃんと。うん、名前ちゃんとしよう。ダメダメダメ。名前、あの、普通のシーンで言った方がいいな、これ。うん。ほんと、明るいよ。そしてこう。なんか今、取り憑かれとるから。うん、取り憑かれた気がするね、今ね。この名前を変えた瞬間に。うん、ダメ、ダメダメダメ。ダメだね、これね。うん。お、言霊の力ってすげえな。いや、ほんと、ほんとに。あるんだよ、うん、うん、あるんだね、はあ、頑張ろう、マジで。そう、名は体を表すっていうからね。うん、そう、そうなのね、ね、ガイア。お前もそう思うよ。あ、そうだ、これバッグも、バッグの便利アイテムも俺、写真からあれに変えておかないと。そうそうそう、目玉焼きにね。そう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 、目玉焼きに変えておいて。目玉焼き、目玉焼きになってるね。オッケー、345個になってる。オッケー。おお、いいね。たくさん。ああ、やばい。やばい。ここでね、悪い運を全部消費しておくっていう。そう、俺なんだかんだ言ってね、前、あの、前と前とね、本番の時にはね、エンシェントチョップにやられてるから、あの、何回か。あ、何回かやれてるから、ここでね、消費しておくっていうことよ。そう、そうそうそう。そういうこと、そういうこと。ベネット理論でね。うん。そういうこと、そういうこと、そういうこと。よしよしよし。じゃあこれで、これは大丈夫かな。これ武器を切り替えて、お白夜に。もう一回給湯時から行こうか。行こう。もう一回給湯時から行こう。うん。気を取り直して。うん。ワンモア。行きましょう。やばい。嫌なことを思い出してしまった。あ、やべ、翔くんも思い出してしまっとる。おい。よっしゃ。あ、やべ、めっちゃ落ちとる。行くよ。あ、来い。大丈夫。練習、昨日までのうちらを信じよう。あ、3回 OK、 3回やぶれ、よう見た俺、よう見れたわ今。ナイス、 OK。 ぐるぐるか、違うな、だったらそれだったら壊せる。ナイス、 OK、 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 ナイス、いいよ。あぶねー、いいよ。あぶねー、今よう見れたな、3回のやつ来るんじゃないかって思ったもん今。うん、いや、よかった、これね、これがあるからもう給湯時くんはよ。お、油断だ、マジでこいつ。ほんと油断だな、事故のもと。あ、あれ、あ、無双の神まだ死んだ状態だわ、あいつやる気ねえな。マジかよ、ちょっとやる気ねえな、あいつやる気出してくれよ。ほんとに、あ、でもあれもう復活しとるわ。でもほんとだ、時間的にはなぜそんな。ちょうど被ったとかそういう感じかな。あ、かもしれんな。ちょうど今開けたのかなっていう感じかもしれん。行ってこよう。そっか、アレフも意外と長いんだな、クールタイムが。うん。まあみんな3分か2分くらいだもんね。そっか。よし。いるな。オッケー。行こう。任せた。あ、いいよ。さあ、起きて起きて。ここまで。で、じゃんけんこの辺りじゃないか。だよな。オッケー。ナイス。おい、オッケー、よし、行くぞ。赤い心出して、カウちゃん大丈夫、俺が結構攻撃出てるからこれ倒せる、倒せる。オッケー、ナイス、危ねー、危ねー。今ちょっとあれって思っちゃった、私もちょっと危ないかもって思った。オッケー、いいね、オッケー、うーんって音が聞こえた。いける、いける。さあ、エンビエンビ、さあ、リベンジよ、リベンジよ。の、なんかさっき食らっちゃったんだよな。冷静に、やっぱりあれ大きく避けた方がいいな。うんうん、ちゃんと保険かけて安全に行きますわ。うん、安全に行こう。ほい、で、これね、はい、これ安全に行きます。オッケー、地味にこれ怖い技なんだよな。怖い、でもたまに位置ずれ起こしてたりするからね。そう、なんかね、よくわからんよね。そう、気をつけないと。多分そろそろ来るんで、銃撃で OK。 OK、 ナイス、いいよ。え、これで OK。 OK、 おー、危ない危ない危ない、ナイス、握る、大丈夫か。大丈夫大丈夫大丈夫。次、あの、スキルからお願いします。はい、 OK です。ここデイリー3つ固まってんのすごいよね。ちゃんとね、大会終わった後にやるから。うんうん、ちゃんとやりますんで。キルから行きましょう。行きましょう。ほい。召喚結晶。蹴るぜ。うぅ。任せた。任せい。ヘイトは。
固定放題入りやす。あざっ、はい、ほまれあざっ、ほまれあざっ、ほまっといて、ほまっていこう、ほいと、オッケー、ナイス、このタイミング、あ、やべ、授業つっちゃった、ほい、このタイミングならオッケーだね、課金しないで、ほい、ナイス、いいね、課金されまくっとる、いや、ほんとに、いや、いいね、打ち目たがる、動いてと、にゃー、ちょっと待てよ、オッケー、これで、おーしおしおし、ナイスナイスナイス、よし、いいよ、大会はね、8時からなぎちゃん先生、なぎちゃん先生じゃん、なぎちゃん先生じゃん、あの、なぎさんが始め、あれ次なんだっけ、あ、違う、アビサルビシャみたいな、あの、8時から始まって、で、8時半スタート予定かなっていう感じ、うんうん、ちょっと待ってね、俺、爆発今大丈夫かな、溜まりそう、あ、大丈夫、いけるいける、よし、ついていきます、そう、8時から8時半までの間で、まあ、ルール説明やら何やら、ね、選手紹介やらがね、ありますから、行きましょう、そこはね、うちらもミラーリングで映す予定なんで、予定なんで、はい、ええ、一緒に見ましょう、一緒に見ましょう、なんだ、グッドライグ、I'm rooting for you! Thank you, アカティ、なんでお前、突然なんか英語みたいなことやりだした、え、アカティさん、なんか笑い誘ってる、ミスの元ミスの元、本当にやめて笑わせんなよ、危ねえ、いやいやいや、ちょっと待って、爆発が止まってない、ちょっと爆発じゃねえや、スキルが止まってない、おーしおしおし、オッケーオッケーオッケー、爆発は止まっとるわ落ち着いていこう、落ち着いていこう落ち着いていこう、落ち着いて、ほい、そうそうそう、はい、お登ればか、で、あ、フィールドフィールドフィールド、フィールド展開来てる、オッケー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 、よう見れてるよう見れてる、いいよ、なんであいつ突然英語使い始めやがって生きてんのか、ちょっと待てよ、ほい、あ、これはあいつ当たらんな、オッケー、厳しいか、オッケー、ずっと雷打っとくね、あ、だっつ、オッケー、終わった、はいよ、被害者禁止、ここまでだな、怖っ、ダメージ切れて、おーしょ、オッケーオッケーオッケー、気をつけて気をつけて、オッケー、いいよ、で、エネルギー弾、俺狙いかな、だね、オッケー、で、雷ちゃんと見て、雷ちゃんと見て、ふぅ、私の方だね、こっち、フィールド展開、あー、フィールド、オッケー、いいよ、アカティはなぜ突然英語を使い始めたんだよし、行こう、多分俺のスキルで終わるんじゃないか、ちょっと雷見といて、オッケー、ナイス、よしよしよし、安定してきたな、アビサルビシャップ、うんうんうん、アビサルは大丈夫そう、さっきね、まあ裏でやった時にはカラクリで一回やられちゃったんでね、うん、いや、カラクリはここ超えればもうね、いや、騎兵がね、そう、壊せるかどうかなんだよね、すべて騎兵ガチャ、あの折り紙を、折り紙と蛇を壊せるかどうか、そこにすべてかかってる、相関化粧、いやいやいや、うちらのチームワークでなんとか頑張るよ、頑張るよ、おい、給湯時にあげたらクソカス死ねって言いそうおし、ここまで気をつけてね、はい、おーおーおお、なんかスライドしてった、うおっとっと、危ない、一回あれだね、なんかさ、二人ともさ、入り直した方がいいかもしれないね、なんかラグ怖くない、ラグい、一回ソロモード戻って、うん、でマルチモード一回戻った方がいい気がしてきた、わかった、なんかさ、なんか今スライドしてたからさ、遺跡系、遺跡系じゃねえや、陣形が、私大丈夫そうだけど、そっちがちょっとまずいか、なんか今怖かった、そうだね、じゃあ本番前にまた入り直そう、うん、あ、間違えた、間違えた、間違えた、で、ごめん、いや、大丈夫大丈夫、死んだ、死んじゃったあー、しょうがないしょうがない、オッケー、じゃあマジで間違えた、最悪ややべ、死ぬか、頑張れ、大丈夫か、大丈夫だ、頑張れ、ちょっとやば、やったての野郎、めんどくせえな、あいつ起き上がっちゃったしな、やべ死ぬ、あー、それは死ぬ、あー、マジ申し訳ない、いやー、もうしょうがない、それはやべ、ヘビ、ヘビちゃんと見て、うん、ヘビちゃんと見て、いっぺんの真ん中から見れば、俯瞰してみれば、もうあとは形見て、あ、こいつだっていうのがわかるんで、ヘビ嫌いじゃあえ、ちょっともう一回、落ち着いてね、俯瞰してみよう、俯瞰して、もう一回カラクリやりたい、ちょ、もう一回カラクリいくか、うん、オッケーオッケー、いや
怖くなってきた。いや落ち着いて落ち着いて。とにかくあの一辺の真ん中で見ることだけを意識してればもう俯瞰して見れるから。ちゃんと落ち着いて蛇を見極めよう。うん、左右見て、あ、蛇じゃないなと思ったらもう奥二人だから、どっちかだから。オッケー。はあ、あー、いかん、いかん、いかん。よし、あ、カラクリは貯めなくてもいいんで、行こう。あ、大丈夫？そのまんま。あ、カラクリは貯めなくても大丈夫。じゃあ、勝手に貯まる。うん。よし。あ、行こう行こう行こう。行きますわよ。行きますわよ。冷静に。そう、冷静に。もういっぺんの真ん中で見れば大丈夫だから。はい。はい。さあ、ロケット。はい、俺んところ。はっ。で、レーザーかな。俺狙い。はい、と。助かり。任せい。ついていきます。で、剣を誘発して。はい、オッケー。ロケット。まだねか。ほい。オッケー、ナイス。レーザー。お。もうそろかな。やっとこう。うん、これで騎兵召喚来る。オッケー。ヘビ。ヘビ。これのところ右側。オッケー。オッケー、ナイス。でしょ？でしょ？オッケー、ヘビ壊した。オッケー、アザース。じゃあこれでオッケー、ナイス。いや強い、任せい、強い。いや、よし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 、貫突効果使えたんでね。え、今のめっちゃかっこよかったな。5万6万6万6万みたいな感じだったもん今。いや、かっこよすぎる今の。いや、さすが翔くんだな。まあまあ貫突効果が使えたらね、いけるもんなんでね。さあ、うまくはまればいけるもんだ、うん、よし、そしたら左に参ります。せっかくのチャンスだ。右参ります。おお、そっちか。俺狙い。あ、けどそっちかな。オッケー、オッケー。俺は敗者に優しいからね。で、俺来るんじゃないか。だよな。動き続けては置いてね。おい、オッケー。少しはあざーす。はい、おいで、バフもろて。うん、バフもらっちゃって。ああ、そろそろ。おいしょ。俺の番だ。はい、オッケー。オッケー、ナイス。いいよ、いいよ。いいよ、いいよ。俺左側行く。はい。ついていきます。どっちに動くか。俺狙いか。あ、違うか。うんだ。オッケー、一回ね。はい。いいよ。ゆっくり見て。慎重に。で、多分俺狙いまだ。次に行く。オッケー。俺がヘイトずっと買っていくんで、攻撃しちゃってそれで終わる。オッケー、オッケー、ナイス。いいよ、いいよ。よしよしよし。さあ、竜王、竜王。行きましょう。一周したらもう一回ちょっとカラクリとアビサルは行っておきたいね。そうだね。行っときたい。さあ、どっちにムービー入るかな。いやー、そこ次第でもある。いや、マジで。私んとこ来い。あ、俺だと思う。あ、私だ。あ、違うか、そっちか。うんうん。俺、さっき、さっきもね、裏でちょっと一周やったんだけど、うん。その時もなぎちゃん先生だったんだよね。わかんないね、これ、ほんとに。そう。よし。正面、オッケー。あ、いいよ。ナイス。そろそろかな。オッケー。ナイスの風呂は。しばらく氷よろしく。はい。終わりかな。よし。あ、いいよ。さあ、んー、ドン。オッケー、ゴーゴー。今こそ全ての怨嗟を払う。ああ、昨日みたいな調子で行きたいな。行きたいね。召喚化粧。さて、足元見て。はい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 。オッケー、安全だ。なんか全く珍しい場所に。で、これでカウが攻撃続けてもらって、あがす。大丈夫。もうちょいいけるか。オッケー、ここまでかな。オッケー、あざし。いいよいいよ。ストップで大丈夫。さあ、ここからゴーゴー。ね、ロード早い人がね、カットイン入るっていうわけでもないんだよね、これ。そう、ちょっとよくわかんない。だって俺今これ右上 11ms。 あ、でもロードってことか。
あ、でもどうなんだろうロードは。わからんな。接続は確かに速い方とかそういうの関係なかったけど、ロードだとまた別なのかな。ほい。で、逃げて逃げて逃げて。はい。ほ。来ないね。ほ。来ないね。よし。ほい。これはこれでよけど。オッケーオッケー。来てない来てない。はい。来てないよ。いいよ。それ当たるか。あ、当たっちゃったかこれ。当たっちゃった。当たってしもた。いけるかな、こんだけか。こんだけ。大丈夫か、いけるかこれ。頑張りたい。頑張る。頑張って。ちょ、これもうカメラマン役しとこ。頑張れ。母ちゃん頑張れ。冷静に冷静に落ち着いて冷静に落ち着いて。ミラーボールはまだない。オッケー。ちなみにね、回線で言ったらね、俺の方が早いよ。そう、私今15とか。逃げ目は 12ms だけど、なぎたの先生20くらい今20、17、15、13とか。そんな感じ。俺安定して9とか言ってるからね、一桁いっちゃうから。そう、一桁はいかないね、私なんか遅い。そうちゃんと上を見ておいて。だからロード、いや、そのロードってのもよう分からんけどね。分からん。あそこでやるの。よし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 。ああ、よかった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 。ありがとうありがとう。よかった。あざすあざすあざす。めっちゃ緊張するなこれ。いやー、すげえ連続で俺のところ来たから危なかったな。だね。ガンガン来たもんな今。融合もやっておきたいな。そうだね。ちょっと一回爆発ためていきます。オッケー。で、アビサル、カラクリ、ちょっとアビサルからの一連の流れやるか。もう一回お願いします。お願いします。こっちこそ。よしよし。よしよし。ほい。ふう、お茶飲んでおいてと。そう、お茶飲んでおいて。もうあったまっとこ。うん、俺もあったまっとこ。あ、待って、私も爆発ためないとな。守衛くんに。あ、あったけ。あったまってもろって。粒子ちょうだい。あれ、あ、まだ俺翔くん生き返らせてなかった。あ、危ねえ危ねえ危ねえ。あ、てか、あ、そうだ、Z キーでいけるんだった。部外者禁止。癖がね。そう、もう癖があるからね。オッケー。うん。ふう。切り替えて。よいしょ。やばい、めっちゃ緊張するなこれ。アビサルの下のところにいるんだった。お、やべ、待って、これ狙われた状態だと武器が返れない。やめてくれ。はい。どこに目ついとんねん、ちょっと。なんか罵倒し始めてるけど。彼女大丈夫かな。なんか怒りに触れてるけど。あ、よし、オッケー。なんか動きおかしい、キモ。え、なに、なんか後ろ下がってる、こいつ。なんか後ろ下がってる。あ、なんか復活した。あ、なんか復活した。なんか意味わからん。不思議な動きしとるんよ。そこの守衛くんが。おぶね。よし、おい、あ、どうした、マリ。よし、行くぞ。あ、いらっしゃいいらっしゃい。あ、ミサイル来るから気をつけて。大丈夫、上まで飛んできたらやばいよ、さすがに。あ、もう、あれ、溜まってる感じ今、ガッツ。あ、溜まってる、溜まってる。うん。あ、じゃあ、ワープしよう。うん、よし、危ねえ。行きますわよ。少々お待ちを、和白園に切り替えますんで。はーい。うん。これ、切り替えれるか？あ、大丈夫だな。大丈夫。戦闘音消えたな。よし、じゃあ行こう。ゴー。最終調整と参りましょう。よし。ん？なんか位置ずれがすごいぞ。おー、なんか位置スライドしてったぞ。これ、できたか？心配だね。あー、怖っ。これもうちょっと削っとこう。位置ずれは怖い。ちょっとしばらくこっち行くと思う。オッケー。はい。で、俺狙い。おい、助かり。お任せ。オッケー。おーよ、ナイス。オッケー。で、結構近いぞ。次の仕事は。いいよ。出るか。いや、貫突効果使えんな、この位置だと。ちょい離れちゃったか。いや、これやばい気がする。フィールド来る気がする。どうですか。あ、でももう雷死ぬ。はいよ。オッケー。ナイス。ありがとうございます。お触り禁止。で、あと氷を狙って気をつけつつ。オッケー。いいよ。
いける関係者。俺もね、一応ね、ディスクは SSD なんだけどね、原神入ってるやつは。おいしょー、いや待って、雷がこっち、オッケー。俺の方が、おーしょ、ギョ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 、この置き土産気をつけて、うん、気をつけよう、オッケー。これ一回死んだからね。そうそうそう、今日だっけ、今日か、さっき、ついさっきついさっき死んだもんね、この置き土産で、雷の。気をつけなきゃ。ふぅ、カラクリ行きましょう。カラクリ行こう、カラクリ。ふぅ、ちょっと待ってね。はい。うん。おい。かな。ゴー。行こう。ここまで。ロケット。で、ロケットを。そっち、オッケー。で、レーザー上から。はーい。で、次もレーザーだから、俺の方来ないように気をつけてもらって。はい。はい。いやすごいなぁ、誘発がうまいなぁ。まあ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 、任せてもろて。さすがや、もうこいつの行動なんてもう計り知れたもんなのよ。はい、うわお、次の仕事は本体は雑魚。そう、本体はね、そう、本体は雑魚なのよ、本当に。騎兵の方が、さあ、で奥、俺の、そう、左側、あざっす。いや、壊せなかった、折り紙。壊れんかい、わし、オッケー。クラゲが、オッケー、あざっ、これで、どうだ、いけた、オッケー、ナイスナイス。ふぅ、いいよ、いいよ、いいよ。折り紙が壊せるかどうかが本当に危ないんだよね、マジで。怖いね、ここ。これ次第なんだよな、全部。折り紙はマジで任せた。ああ、任せてってもろてとは言うけれどってちょっと危ないところだね。怖い。あれ、準備折り紙がいけるかどうかちょっと危ないんだよな。折り紙ガチャそう、折り紙ガチャ、本当に、うん、チャンスだ。さあ、俺右、どっちか、こっち見るか、俺狙いだね。で、しばらく攻撃していいよ。はーい、はい、さあ、さあ、さあ、急にこっち見そうだな。だね、気をつけてもらって、で、これで倒せる。オッケー、したようだ。あれ相手に、よし、しばらく攻撃し続けて。はい、いいよ、会心出して、これで。オッケー、ナイス、はいや、任せてない、はいや。で、あ、それそっち行く。おお、あ、そっち行く、やめたな、気をつけて。オッケー、これは大丈夫。はいよ、おお、スキル入れて、俺狙いか、はいよ、オッケー、で、それでしょう、分かってる分かってる、はい、これで終わるか、はい、当たらん、もうちょい、はい、当たらん、オッケー、お疲れした、よし、ナイス、よし、竜王、竜王、竜王行こう、いいよ、お茶で温まっとこう、お茶で温まっとこう、うんうんうん、あったけあったけあったけ、ぬくぬくしてもろて、うん、うん、あー、お茶うめえ。一応カルピスも買ってきたんだけどね。ちょっと今の状態でね。あ、そう、祝杯用ね。なるほどね。そう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 、そう、もう行くぞ、買った時用にね。よし、いいペース、いいペース。あ、後で塩味も見ておかないと。あ、そうだね、確かに。身の程を、20時になる前に。うんうんうん。あ、それか。おーい、当たらないのよね。オッケー、ナイス。オッケー、ナイス。次の仕事は。ちょっとよろしく。大丈夫かな。終わってる。削れて。うん。オッケー、オッケー、オッケー。あざす。いいよー。うん。はい、ドーンして。いけー、カオちゃん。はい、行こう。今こそすべての怨嗟を払う時なり。払う時なり。払えるもんなら払ってみろ。行きます。さあ。あ、こっち来たか。オッケー。よいしょ、こっちか。オッケー、オッケー、オッケー、オッケー。大丈夫。うまいこと受けれた。ナイス。で、俺狙いなんで。オッケー。じゃあしばらく攻撃し続けてもろて。はい。任せろ。あざす。いや、遠距離攻撃キャラやると楽だ。いや、あ、本当に強い、カウンちゃん。マジで、ありがてえ、銃撃でいけるの。強すぎる。ついていきます。
これ怖いんだよね。これ登っても大丈夫なんだけどさ、これ大丈夫なんだけど、これ怖いんだよね、残ってるのが。消えるまでちゃんとね、慎重にならないと。そう気をつけてもろって。関係者、この仕事は返信するべきです。いやー、最後回信発生しなかった。まあいいや、余計に徹してもらって。はい、次の仕事は俺来るよ。OK、来ない。はい、はーい、大丈夫か。大丈夫、よし。はい、大丈夫、やべ、よし。最後、鉢合わせてしまった。おお、危ない。いける、よっしゃー、危ない。あがっ、あぶねー。オッケー、消えろ。いやもうここで翔くんの消えろはかっこよすぎる。オッケー、まだ死んでいなかった。ナイス、危ねー、危ねー。あがっ、よかったー。やばい、ちょっと塩ビ見とこ、塩ビ。そうだね、見とこか。やっ、あいよ、俺見とくわ。あー、よしよしよし。ちょっともう一回からくり行かせて。オッケー、あ、氷倒してる、こいつ倒してる。倒しとこう。いや、いけてるね、いけてるね。いい感じ、いい感じ、いい感じ。いい感じ、いい感じ、いい感じ。なんだかんだいけてる、なんだかんだ。いけてる、いけてる。うん。大丈夫そう。ちょっと爆発が溜まってないからすぐには倒せないけど。いや、まあまあまあ。練習もね、ちゃんとしとかないと、うん、ビシャップも。っていう意味でね、うん。手源が。次の仕事は。逃げとこう。いいよ。おお、多分尻尾か。あ、ちびてる。あ、多分そっちだな。うん。こっちか。こっちやね。うん。オッケーオッケー。しっかり避けて。オッケー。オッケー、ナイス。パンチ。俺かーい。大丈夫か。俺かーい。ナイス。ナイス。オッケー、爆発いけるわ。おーい。おい、ナイス。どんない氷は食っさせていただくよ。本当に氷元素って嫌いなんだよね。いや、なんでよ、氷元素使うやつって。人気かよ。よし、オッケー。よし、オッケー。これでまた後で見に来ないとね。だね。うん。よかった。よし。え、氷元素の悪口言ってない、言ってない、言ってない。そんな、氷元素の悪口、氷元素の方にさ、味方してもらってるのに、氷元素の悪口なんて言っておりませんよ。言ってるやついるわけねえよな。ないよな、そんなこと。やめてほしいわ、そんなやつ。相方の悪口言ってるやついるって、ま本当に許せねえよな。むしろ氷元素大好きだわ。そう、氷元素様々だよな。うん。あれだからね、あの稲妻イレブンのファイアブリザードだったら俺ブリザード買うような人間だからね、俺。懐かしい。めっちゃ懐かしい。マジで懐かしい言葉を言った俺今。吹雪しろ。メターナルブリザード大好きだった。いやー、ファイアトルネードしか勝たんな。いや、エターナルブリザードもかっこいいっすよ。いや、やばいやばいやばい、こんな思い出話に話すかせてる場合じゃねえ。え、ちょっとからくりをやっていきたい。あ、ちょっと待ってね。無駄つ、うん、あー、まあいっか、たまらなくても。あ、やべえ、狙われてる、狙われてる。やべえ。怖い。ちょっと待って。からくり。待つ。あ、来た。よし。で、武器を和白炎に切り替えまして。少々お待ちを。はい。まだあと30分あるのか。やばいな。緊張しちゃうな。緊張しちゃうな。行こう。ゴー。ほい、よし。ロケット。そっちね。オッケー。大丈夫。大丈夫。で？で？はい。で、次、レーザーだね。はい。俺の方向かせるんで、気をつけてね。オッケーです。ほい。オッケー。助かり。任せてもろて。ちょっと大きく見とこう。剣か。オッケー。からのロケット？はい。オッケー。そっちか、オッケー。うん。で、これで騎兵召喚来る。はい。さあ、ヘビはどこだ？今俺の左。オッケー。部外者禁止。ここで。いや、ダメか。ほい。オッケー、当たらん。やっべえ、やっちった。オッケー、危ね。大丈夫。ほい。で、縦が。オッケー、ナイス。そう、関係者。いいよー。危ねえ。エビの方間違えていっちゃったぜ。
あぶねえ、あぶねえ、あぶねえ。よかったよかった。あ、倒しきれなくて、あ、倒しちゃった。あぶねえ、ヘビのあれ結構こう空中にもちょっとあれ判定あるんだよな、吸引のやつ。あぶねえ。あれ、え、あれ空中にあんの？マジか。確かにあったよな、なかったような、あったような気するんだよな。ちょっと忘れちゃったけど。エンシェントビショップ戻ったかな。あ、まだ復活中や。復活したかな。あと30秒ある。あと30秒か。オッケーオッケー。うん、そしたら見に行くか。あ、ちょっと待ってるみんな。ちょっと待ってるみんな。お。ちょっと一回なぎちゃれの方のチャンネルが動いてるので少々お待ちを。あ、動いてる？お。ちょっと向こう側行ってきますね。ちょっと一瞬。はい。じゃあ私の頃。いやー、めちゃくちゃ緊張するな。よいしょ。これ私も行った方がいいかな。ちょい待ってね。ちょい待ってな。あれ。あら、なぎ先生との通話までできなくなるな。あ、どうする？ちょっと多分画面共有の話だと思うんで、大丈夫。あの、YouTube の方を今回、なぎさんは映すそうなので、多分、うん、かな。なるほど。だけど。じゃあ、この間にちょっと。そうだね。塩ビ、塩ビ、復活してるな。ちょっと行ってこよう。復活してる。よし。ふぅ。これ、水、雷、炎だったらいいけど。あ、大丈夫だね。大丈夫、オッケー。で、これさ、復活した後なんだよな。倒した後も復活して、氷だったら面倒なんだよな。そう、周回中に一回も氷引かなければいいんだけどね。そう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 、いいんだけどね。この前、昨日は一回も引いてなかったのか？昨日は引いてないかな。一回引いたか？一回も引いてないっけな。引いてなかった気がする。うん。いや、マジで昨日運、いや、今日も運、今日も運。そうだよ。今日が一番運がいい。うん、一回ソロモードを二人とも行って、ちょっとラグリセットするか。オッケー。出ます。うん。なんだったら俺一回ゲームリセットしよう。再起動しよう。その方がいいかも。うん、そうする。そうする。一回ゲーム終了します。おい。よし。押したら。お腹痛くなってきた。いや、本当に心配よ。大丈夫？またお腹が痛くなってきた。やばい。大丈夫かな。いや、さっきね、家系ラーメン食ってきたね。やばいんだよね、お腹が。もう直前に食うもんじゃないんだよな。そうなんだよな、やばいんだよな。回復しちゃうとこだった。ふう。で、画面共有が、配信画面は参加者側の YouTube 配信を運営配信でミラーリングする。うん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 。OK。え？なるほどね。ああ。よし、大丈夫そう。ちょっと待ってね。はい。鳴神親潮でちょっとおみくじ引いてくるわ。え、ちょっと、それさ、結果次第でちょっと変わらない？大丈夫？結果次第。おみくじ。今日、なぎちゃん先生も引こう。いや、私だってさ、いや、私、鳴神親代のこと信じてないからね。引いてみよう、引いてみよう。なぎちゃん先生も。私のね、リスナーさんならわかると思うけど、ここほんとトラウマしかないからさ。なんだそれ。私、ここで末吉を引いて大爆笑した、あれがあるから。え、しかもあれだ、ああ私2022年になって初めて来たから、初詣だよ。初詣あー、大丈夫か？いいね。一緒に引くか、一緒に見てみるか。うん。俺今も引いて、あとは中身見るだけだから。ああ。いやー、緊張する。あれ？いや、マジでお腹がやばい。あれ、入れる。渡す。よし。ふぅ。オッケー、もらった。オッケー。おみくじ。俺もう閲覧できる。オッケー。いいよ。じゃあ閲覧行く？うん。行くよ。うん。せーので、はい、うわぁやばい、何吉？え、大凶大凶やばい、ほらだから言ったじゃん。だから信じてないでしょ？え？信じてないんだよね。だから
大凶ってことは信じない。なんか逆の方向だから、これも大吉だよ、逆に。そう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 。やばい。どうするこれ。逆に、逆に運がいい。そう、逆に運がいいよ、それは。ああ。まあ確かに、逆にね。そう、逆に運がいいと捉えてね。そう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 。あ、もう、で、これで、ちゃんとおみくじ結んで、あれ、結ぶのどこだっけ？こっちか。ここだ。ちょっと俺、トイレ行ってくる。やべ、やべ、お腹がやべ。トイレ行ってきます。行ってらっしゃい。お腹がやべ。何度か繋ぎます。マジでさ、ちょっとマジ信じらんない、これさ。どうかしてるよ、私。もう、本当に。呪われてるよね。ね、よりによって大凶引くって感じだよね。こんな日に。まあなんか配信的にはさ、美味しいんだけど、私は。ほんと信じられない。あ、そう、トカゲの、そう、トカゲの尻尾がね、縁起物だったんで、取りに行った方がいいかもしれん。え、トカゲってどこにいるね？トカゲってどこにいる？いざ探そうって思うと思いつかんのだけど、トカゲってどこにいるかな？厄払いできたと思えば。あ、確かに厄払いできたのかな？あ、そうだね、ベネット、そうだ、ベネット理論で考えたら、いいこと起きるわ。うん。ここで悪い運を全部消費したから、きっと、この後いいことが起こる。エンシェントビシャップも全部炎で来るはずだ。風流廃墟にいる？風流廃墟か。ちょっと行ってみるか。ああ、もう本当になんか、持ってるよな。あ、今来た方こんばんは。次の仕事は、ちょっと本番はね、20時半から。競技自体は20時半からなんで、もうちょいありますけど。風流廃墟のどこにいるんだろう。これちょっと事故ってさ、うっかり敵から攻撃食らったりしたら死んじゃうんだよね。やばい。風流廃墟の北の方、こっちか。行ってみよう。助かりやす。あざす。この辺？この辺？いるかな？わかんない。トカゲをいちいち探したことがないからな。いつも歩いてるのを見て、シュッて撮ってるから。トカゲ。草とか飼ってると出てくるイメージ。確かに。でも草刈りできないな、カムちゃんじゃ。いるかな？このギリギリらへん？っていうか、あれかな？北ってこっちで合ってる？あの、東西南北わからない雑魚なんですよね。ただいま。ああ、お帰りなさい。何が風流廃墟？あれ、縁起物がトカゲの尻尾だったから、トカゲ取りに来た。あ、トカゲの尻尾か。なるほどね。俺の縁起物何なんだろう。トカゲの尻尾。俺、中吉だから。縁起物は。そう、中吉。二人合わせると、マイナス1くらい。あんまり良くない。あんまり良くない。星拾いの崖から四天神像に向かう。俺、スミレウリか。スミレウリ。いや、俺そんな信じてねえからな。スミレウリはかなり取りやすくて、いいな。ね。こっちの方？みんな、トカゲの場所聞いてなんでみんなそんなすぐわかるの？すごくない？すごいよね。すごすぎる。トカゲ、ナッツだ。違う。次の仕事は、トカゲー、トカゲどこじゃー。ワンポイントから、ほう、ここか。あざす。俺は鳴神親章に何しに来たんだろう。やめとこ。俺は何をしに来たのか忘れてきた。危ない。トカゲの尻尾取れた。頭が死んでるかもしれない。危ない。尻尾取れた。よし。あ、行って大丈夫？大丈夫、おいで。行きます。シンさん。これ、なんか配信者の人がいっぱいいるから、間違えて入りそうになるな。俺、名前大丈夫だよね。シンだよね。OK。伊集院なる一族だ。大丈夫。そうそうそう。変えられてても大丈夫なように、設定してるから、私。もう一回軽くで行くか。行こう。44分。まだ行ける。今44分か。うん。まだ行けるね。うん。なんだったら一周いけるくらいの気持ちだよ。そう。いける。もう縁起物取ったからね、大丈夫。うん。きっと大丈夫。あ、そうだ、給湯時にさ、3回頭をさ、下ろさせるやつ。あれ1回、引いておかないとって話だったじゃん。あ、
そうだ、今のうち消費してこ今のうちにあの3回攻撃消費させておこ、引いとこあれ、うん、で本番に出てこないようにさせよ、大事大事、うーおそれか、くらっ、くらっちゃった、くらっちゃった、あ、えそんな、マジか、こっから、あの本番の時にあのもうちょっと気をつけていけますので大丈夫です、こっから一人はやばいぞいやでも練習したからちょっと頑張るこれでこう、え、ちょ今、え、嘘だろ、ちょ、え、だったらここで移しとこう、師匠で、弟子の頑張りを、違う、師匠の頑張りを、ヘビ頑張れ師匠、師匠頑張れ、え、なんか俺狙われてる、なんかに、え、あ、大丈夫だね、オッケー、頑張れ師匠頑張れ、次の仕事は、いけるいける、師匠ならいける、あー危ない、あー、おー、いけ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 、危ない、すごい師匠すごい、俺も、俺なんてもういらないじゃないか、あかん、それはあかん、それはあかん、やったうまいやったあ、へえ、いけるんだ、へえ、やった今めっちゃ上手くない私なんかもう俺いらない、え、なんだ、なんかアチーブメント達成したんだけど、え、なんのアチーブメント達成したえ、今めっちゃ上手くなかったカラクリ人権の全4種類の遺跡騎兵がダウンした状態でカラクリを一体倒すって、え、でしょー、やありがとうございます、私のおかげだねありがとうございますよ、青期限突破しました、突破いたしましたよ、限界突破、やったね、天元突破しました、天元突破したね、うん、師匠は死んだ、もういない襲名しよう、私明日からナギの遊び場になろうやっとありがとうございます、ナギの遊び場さんありがとうございますすごいねやったおかげさまでアチーブ取り出した、え、でも今のめっちゃ嬉しいいや、これで俺がいなくなってもね、もうみんなに安全だよと、いや、うん、困りますからね、一人でも行けるんだぞと困りますからね、いうところをね、うん、死んじゃダメだからね、あ、なんで俺復活、あ、なんで俺回復しとん、違う違う違う、回復しちゃあかんだって、回復しちゃダメよ、減らさなきゃダメよ、いや、これが大凶の力か、いや、大凶来たなね、大凶来てるな、だからやっぱりあれなんだって、逆なんだって、うん、そう、逆進だな、やっぱり大凶は、大凶は大吉、中吉は凶、よくないのではこれやばいか、よくないのでは、今日俺がやばいか、頼む、マジで頼む翔くんおらんくなったらあかん、俺がやばいか、翔くんおらんとあかんよ、ふぅ、おいおいおい、起きな、起きて、お目目射抜きたいよ、あたせい、マジ爆発が全然止まらない、なんだと、なんだと、はい、オッケー、オッケー、まあこんだけ溜まってればいいでしょう、よし、給湯時のあの行動だけさせておかないとね、うん、3連攻撃だけさせておこう、ちょっと待ってね、ついていきます、気をつけて、ワークエンに切り替えて、オッケーいいかな、お、よし、いける、行こう、さあお辞儀、起きな、さ、今だけ3回やっても許してあげる、今だけね、今だけだぞバカバカ、一回、あー一回か、一回、よいしょ、離れよ離れよ離れよ、オッケー、逃げる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 、次の仕事は、わー3回、え、何、ビームが上向いてた今、ビーム上まで来てるそんなことあるんか、ビーム上まで来んの、怖っ危な、危ないわね、こんなことあるんだね、まあでも本番はこの動きしないからね、大丈夫、うん、へえ、いや危ない、まあまあ本番はね、そうだね、この動きしないからね、そうそうそう、大丈夫、ちょっと一回さ、あの、あれ、あいつ倒した、あ、もう倒した、リクラは、うん、あざすあざす、助かりやす、クサスライムも殺しといた、あざすよし、助かる、行きましょう、ビームってあんなことあるんだね。ね、初めて知ったわ。めっちゃ思いっきり上向いとった。そう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 。ここだ。さ、お、一回か。三回やらない。一回だけ。よし、離れる離れる離れる。速攻で離れないと。速攻で離れて。ビームが。
もう速攻で離れて、よし早く3回やれやって言って。そう。3回お辞儀するまでガチャ。そう、3回お辞儀するまで終われません。終われません。行くぞ。まあ、8時になってなぎさんがね、ああ、放送始めたとしても俺たちはやめねえから。3回やれと。で、なぎチャレが始まるよ。8時半になったとしても俺たちはやめねえ。ここだ。なぎチャレいつまでも始まらない。そして、お辞儀をしないと。待って、やめて。なんでだろうな。おお。怖っ。怖っ。ふぅ。よし。給湯塾、頼むよ。お願い。いやー、頼むぞ。3回やって。お辞儀ガチャ。3回やってくれたらね、だいぶもう安心だからね。そう。ここだ。はい。一回しかやらない。マジでやんないな。よくやらないね。乱数調整してるのバレたか？あのペア、給湯時に3回お辞儀をさせろっていうのをバレてるのかな。せようとしてるっていうのが。さあ、今度こそ。ね、こういう時に限って来ずに、で、本番で、さあ3回やったから大丈夫だねって言って、本番でやってくるんだよ。2連続で。あ、なんか来そうな気がする。来なかった。来ないね、来ないね、来ないね。え、なになに？え、これなんかあんのかな、やっぱり。マジでわかんないんだけど、1回と3回の時の違い。もうわからんのよね。急に変えたりするからな。お、ついておいで。危ね。ついていきます。よし。風よ。投下はやめてください、本当に。そういう被害が結構多発してるので、最近は。あー、回転！今俺が後ろ側にいたからかな、ミスって。かな、ちょっと離れてたもんね。そう、ちょっと離れちゃったから、それでだと思う。回転！まあ逆にね、これをやらせたっていうのもね、そうそうそう、一つの功績なんでね。ああああ。そしたら次が。とにかくお辞儀以外をやらせればね、いいんだよ。お辞儀！来い。一回。よし、おお、離れる離れる離れる。なるほどね。まあでも、違うパターン見れたから。そう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 。よしよしよし。いいね。よしよし。乱数調整、乱数調整。そう、乱数調整。三連お辞儀をしたら大丈夫。三連お辞儀ガチャ。あと8分だよ、本放送まで。お前ね、マリオマリオ。こんだけ早くやってんだからさ、たくさん。はい。いい声だ。あ、間違えた。もう全然来ないね。大丈夫なのかな。あ、やべ。あ、俺一人でやってくわ、ちょっと。お願いします。復活してる間に。まあここね、私何もできないとこなんで。今のうちに死んでこよう。今のうちに死んでおいてもらって。いやでもさ、こうやってさ、来ないのかなって言ってたら来るんだよ、本番で。本番で。マジで怖いんだよね。怖い。ああ、来ないか来ないか来ないか。でまだね、回転とかはね、ちょっと動きが違うから分かるんだけど。うん。お辞儀3回はな。炎上はもう炎は大丈夫だから、調整してあるから大丈夫で。そう、大丈夫。本当にあとは給湯時だけなんだよね、怖いのは。うん。給湯時だけがちょっと怖いね。そうそうそう。昨日もね、めちゃめちゃ長かったけど、給湯時で3回死んだからね。そう。給湯時沼なんだよな、意外と。そうなんだよね。逆に給湯時以外で死んでないから。はい、本当に給湯時が一番やべえ。怖いよ。よいしょ、あ、やばい。よし。多少粒子貯めとくか。最初は。あれかな、奥行きの距離ってことかな、横とかじゃなくて。あー、そうなのかな、ありえそう。本当に分からへん。分からへん。分からへん。なんやねん。なんやねん。ああ、距離が離れすぎるとっていうわけでもないね。ん？あれかな、もう出会った時からもう距離が遠いとってことかな。ほいと。守衛神じゃ。よし。さあ来いや。さあ来いや。もうこんだけ離れてたらさすがにストンプそもそもしないんじゃないか。あ、だよな。離れてると、ね、まだ近づいてないとストンプが来ないもんな、うん。離れてないと回転とかしてくるから。そうそうそう。はい。あ、違うか。のっぽいんだけどな。なんかもう来そうなんだけどな。え、もう気にしなくていいか。気にせず行くか。ぶっつけ本番で行くか。ぶっつけ本番で行く？いや、さっき実は3連あったんだよね。あった。あの裏でやってた時。うん、1回あった。そう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 。で、それ見ちゃったから、もうやらないのかな、こいつ。
まあ本番まで温めとこっかなみたいな感じなんじゃない？そう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 。で本番の時にちょっと驚いてあげようよ、驚かせてあげようっつってサプライズ精神みたいなところでやってくんのかな。いらないよ、サプライズ下手な彼氏かよ。本当にそういうサプライズはいらねえマジで。そうだからモテないんだよこいつ。いやサプライズとかはね、あの俺ちょっとちょいちょいやっちゃうかもしれないんで、本当にそれ以上はやめといた方がいいです。なぎさん刺さるタイプだった。それ以上はねちょっとやめといた方がいい。俺ちょっと狙っちゃうタイプかもしれないからやめといた方がいい。やばちょっとじわる刺さることを言ってしまったか。そっか。あ、来い。よし、ここら辺で待ってよっと。かわいいね、かんちゃん。かわいいね、急登中。ダメだ、こいつお辞儀3回しね。おだててやったのに。これはもう倒さないと乱数が変わらないやつか。え、あ、逆に なんだ今の。あ、ビーム攻撃、ビーム攻撃。あの例の、上にまで来るビーム攻撃。これ、こんな風に映るんだ、びっくりした。ね、こういう風に映る。なんか上から降ってきてるように見えない？うん、びっくりした。え、これどういう風になってんだろうね。怖っ。あ、呼べくらっちだ。まあ、いいや。あ、今、肩がビクってなっちゃった。あ、ちょっと、くらっちゃった、また。おー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 。気をつけてもろて。え、意外とこれ給湯時になんか調整してもらえてる季節あるな。398で HP。 お、いい感じ。うん、おー、翔くんしょっちゅう、翔くんしょっちゅう。それあるとね、あの、これが来るのよ。そう、これが来るのよ。おー、翔くん後ろに行っちゃったらダメだって。もう一回来るのよ、こっち側に来ると。あ、やるやる。もう本当に近接だとこういうことがあるから危ないのよね。頑張れ。怖いのよね。怖いのよね。ああ。まあまあ、ここで死んでおくことによって。あの、ここで死んでおくことによってね、そう、本番でね、うん、あの、死なないようにね、するっていう、そういう、そう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 。そういうことよ。そういうこと。うん。うん。ね。翔くん自身も乱数調整を行ってるわけよ。そういうこと、そういうこと。えい。いや、来ないな、マジで。これはマジで温めてるやつだな。ね。すごっ、こうなってるんだね。おい、あ、うわ、なんか飛んできた。お、なんか飛んでる。おお、怖っ。危な、これ怖っ。頑張れ。さあ、いっ、頑張っ、来い。1回しかやんないね。いや、もうやめとく。もうやめといていい気がする。うん、もう これは多分次からもう1回で来るよっていうことだよ。そうだと思うね。そう思った方がいい。うん。うん、そう思う。うん。もうずっと一回でやってあげるっていうことなんだろうな。うん。そう思っとこう。私の代表が効いてるんだと思う。次の仕事は大丈夫。まあ、代表がね、うん、効いてるんだろうな。いや、怖いな。ちょっと待って、ちょっと待って。待って。これでもう一回食らって、次、雷の方に行く。あ、なるほど。これで306。これで306でしょ？調整が大変。よいしょ。あ、もう間もなく本放送の方も始まりそうですね。始まりそうですね。あ、あと一回。ちょっと。うん。あ、OKOK。調整できた、調整できた。よし。よし、ちょっと調整できた。粒子も貯めといてもろて。粒子、あ、そうだ、貯めておこう、うん、これは。ちょっと貯めてくるわ。ついてこなくていいからね、お母さん。お母さん、お母さん。ママママ来なくていいからね。授業参観とか、突然いつもついてきやがって。次の仕事は。やばい、緊張する。この絵、私の描いた絵なんです。私の息子の描いた絵。なんでもない、ごめんなさい。切り払う。よいしょ。はあ、やばい、緊張で胃が痛くなってきた。まあ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 、大丈夫大丈夫大丈夫だよね。うん。さあ、俺も給湯所のところ行って。ちゃんと翔くんの隣に立ってよ。ここまで溜まってれば大丈夫だよな。あ、よし、じゃあちょっとなぎさんのちょっと放送を見れるようにしておこう。だね。よいしょ。これ、音量、原神の音量なくしやーす。ああ、なるほど、そうすればいいのか。
そう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 。原神の音を消してと。そんで、なぎさんの枠が、もうそろ始まるはず。始まるはず。あ、広告入った。やべ、やべ、広告入っちゃった。みんな見ないで見ないでみんな見ないで。いやでも広告のおかげで俺生きれてるからみんな見て。これで、訳がわからん。これで、どう私の配信の方は、ちゃんと、なぎさんの枠の方出てるかな？大丈夫かな？これで。これでよし！これでよし！さ、みんなでね、ちょっと見ましょうかね。見ましょうか。出てる？オッケー、よし、よしよしよし。あとは音が大丈夫かどうか。そうだね。まあ大丈夫だとは思うけど。音がめっちゃでかいとかあったら教えてください。あ、教えてください、教えてください。これで、なぎさん側の音声も入ったかな。お、始まったか？お、始まりましたね。来た来た、ウェンティがなんか、はい、結構ダメージ食らってるぞ。第3回なぎの原神ノーダメージチャレンジ、通称なぎチャレ。お、始まりましたね。始まりました。実況解説に前回優勝者のゼロさんに来ていただき進行を進めていきたいと思います。ちょっとめっちゃ音を聞きたくてね。ゼロさん、本日はよろしくお願いします。伊集院ゼロです。よろしくお願いします。いやー、よろしくお願いします。はい。今回も、ね、すごい楽しみですね。こんなもんでいかがでしょう。そうですね。また第1回、第2回とは違った、こう、ディオってことでね、どんな試合が見られるか楽しみですね。今までとはちょっと、打って変わって一旦これで音量やってみるけどどう？二人一組のチームに分かれての大会となります。あ、二人一組ですね。今回参加していただくチームは初チーム、全10名の方に参加していただきました。よし、今の間にお茶で温まっとこう。第3回となったので、なぎちゃん。あったけー。そうですね、早いもんで。早いもんで。今回も参加してくださった皆様、そして解説に来てくださったゼロさん、本当にありがとうございます。それではまず選手紹介、それではまずは選手紹介の方からやっていきましょう。選手紹介来ちゃう。まあ、この前半の流れとしては、この選手紹介が終わった後に簡単なルール説明してね、その後に本番スタートっていう流れで進めていきたいと思います。あ、大丈夫かな私。あ、大丈夫だ。ちょっと待ってくださいね、ボス画像が。この画像もいい。なぎさん、なぎさんがすげえ、はい、音量調整大丈夫でしょうか。教えていただけると助かりますって言ってすげえ早い。早く見てるから、コメントで教えていただけると幸いです。まあ、前回の大会では結構 BGM の、はい、20時半から始まる予定でございます。何も気をつけつつやっていきましょう。ください。はい、やっていきましょう。まあ、本番開始が予定では20時半30分後ですね。うん、30分後となりますが、まあ、選手紹介とかそこら辺で多少前後する場合もありますので、その点はご了承ください。はーい。で、あれ俺ルール概要欄に載せたっけ。ごめんなさい、ちょっと待って。ルール概要欄に載せない。どっかのタイミングでトイレ行かないとな。少々お待ちください。確かに、直前ぐらいに画面。そう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 、ルールに概要欄を。あ、やべ、ちょっと待って、ちょっと待ってくださいね。少々お待ちください。完全に忘れてました。みんなちょっと待ってね。はい、みんなちょっと待ってね。まああれですよね、大きく変わったのはコーギーがいなくなって、これもし俺一瞬、アビサルビシャップが追加されたっていうところぐらいですかね。そう、新しいボスとしてアビサルビシャップが追加されました。大丈夫そうだな。よしよし、あとあれか、失礼しました。2人組になったので、そうですね、その武器のコストとか、ポンなんて言わないで、もうなぎちゃん先生ポンの化身なんだから。その言葉を思い出して、なぎちゃん先生ポンしちゃうんだから。大丈夫、代表引いたからもう大丈夫。はい、お願いします。お、なんかロゴが出てきた。ポンだらけなんですけど。ロゴが出てきた。まして、大凶引いたから大丈夫っていうのはちょっと個人的にはおって思ってるけど。チームから紹介をしていきましょう。はい、チーム紹介来ちゃう。まずは第一チームですね。さあ、第一チーム、はい、こちらでございます。ここまずは第一チームは鍵山さんと変なうちさんの2人です。うん、そう、妖怪も起こせるし、元素付与の面が優秀だからな、アンバー強いよな。そうですね。なんか、そうなんだよな。他のチーム使われてないですけど、この2人組ってね、はい、なんか唯一のダブル弓編成で、しかも両方デコイ持ちっていう、そうですね。結構強いんじゃないかなっていう感じはやっぱありますよ、ね。デコイ4つはズルだよな。特にこの2人はプレイスキルがね、マジで、あれは本当にズ
ってるデコ4つ、ね、からくり戦で、うん、ずるすぎる。いや前回なぎちゃん、あそっか、まあ親父さんは前回出禁だったのかな、ですけど、まあ第1回とね影山さん第2回も、うん、2人とも超いい成績だったんで、するのずるいんだよな、はい、まあね、お互いが殴りまくって妖怪もずっと起こし続けたりすれば、うんうんうん、相当高い火力なんでちょっと見ものっすね。あとはどれだけ関羽側で火力を、うんうんうん、妖怪を出せるかっていうのも大切になってくるんですが、関羽の妖怪ダメージやばいからな。そうですね、鍵山さんが多分タゲを取ると思うんですけど、タゲを取りつつやらないか金垣とは言うけれど、両方ともねプレイヤースキルがねずば抜けてんだよな。そう、それもねあってずる本当に。やらないの鍵山さんとなぜこのペアにしたんだいっていう課金額で浮かんもんなとは思うけど、課金額が全てじゃないからな、この課金額が全てじゃないこの企画に限っては特にそう、うん、そこら辺も見ものということで、プレイヤースキルがでかすぎる、はい、それでは続いて第2チームの紹介をしていきたいと思います。あ、へえ。第2チーム、続いて第2チームはこのお二人です。はい、あ、そうなんだ、練習されてたんだ、早い段階から、はい、この2人に関してはですね、もう深夜に結構練習されてたみたいなので、ボビーさんと絶対武器ハムス監督なんだ。そうですね、なんか結構早い段階から練習してるっていうのは聞いてたチームですね、うんうん、でもここなんか私の方がちょっと遅れてるな、ちょっとイレギュラーなのは、まあ、無凸関羽ですけど、あれが1回2倍速にしてみるといいかも。でも最新になってるんですよ今。なるほどなるほど一応ね2倍速にしてみる。さっきもね俺ねライブで最新じゃった最新じゃったはずなんだけど、2倍速にしたら2倍いけたから。2倍速どこだ、まさかの合計と設定画面のなんか再生速度ですね。そこはで1回2にやってみると、真ん中結構6凸プラス2凸の組み合わせ、あーすげえ、うん、一瞬だったでしょ一瞬、まあ、めっちゃ、ね、ちょっとちょっと確かにね、まあ、でもこれがめっちゃ早口、そんなに遅れてる、あとはめっちゃ早口になった、ね、まあ、結構にあるんだよ俺ラグが、そうそうそう、まあ、めっちゃ早口になって笑っちゃった。他の大会で一緒に来るんだけど、はい、まあ、そこを気をつけていただきたいっていうのと、絶賛絶賛でね本番に 何かしやってるイメージなんで、そうですね、うん、まあしっかり気を抜かずに頑張ってもらえる。疑似王冠、芋王冠とか言ってるからな。今回ばかりは絶賛も疑似王冠なんで。米王冠、ね、ってふざけんじゃねえと思う。そうですね。まあしっかり集中してやってもらって。大好きですよ。しないように、はい。本人の前では絶対に言わないけど。言ってあげてよ。第3チーム。言わない笑い。なんで絶賛に言わないといけないんですか。はい。はい、第3チームは前回大会優勝からの。いやここも強いんだよな。マスイさんやばいからな。そうですね。マスイさんとサキネルさん。マスイさんとサキネルさんのペアということで。うん。そうですね。ここは結構カンウ採用されているところが多いのに対して、うん、まあ綾香監督を持ってきてるっていうのが特徴的っていうかね。うん、他と違うところですけど、うんうん。そうですね。うん。まあでも綾香ね。まあ俺もあの第1回投げちゃら綾香使って。ってたんでわかるんですけど、うん、なんかそうなんだよな、爆発でマルチで麻酔さんがちょっと苦戦されてたんだよな、ですけどこうマルチになった時に敵の HP が増えるから、うんうんうん、その綾香で爆発で倒しきれない時にどうこう頑張るかってところが結構難しい、ね、綾香爆発がない時辛いもんな、ね、まあ、いくら火力が高いとはいえ、うん、そうそうそう、まあ、そこうまく良い意味あの、まあ、妖怪とかね、うん、合わせてそうですね、ワンパンできるかどうかが、そうそうそう、結構肝になってくるのかなと思います。いやー、綾香全振りなんだよな、うん、だから。そう。そっか、綾香が貫突で、武器も貫突のキリキリを持ってた、ね。だから、ヨイニアの場合はもう別に無突でも強えからな。まあ、ヨイニアでも安定して火力を出そうっていう感じ。元素スキルがもうバカみたいな火力出しちゃうからな、本当に。敵の攻撃をかいくぐりながら。ただ、ジャクダはめちゃくちゃ大変そうだったなっていうのは、見てて思ったんで。あ、そうなんだ。そう、氷炎だから、2人とも後半辛くなっちゃって、そうそうそう。頑張ってください。あ、来ましたね。お、我々だ。それでは次、第4チームの紹介です。イエイ。はい。はい、第4チームは。です。こちら。いや、もう指定コンビですよ。で初優勝を目指すと。召喚羽って結構異質のチームなんですけど、うん、おいちょっと邪魔せん、新薙ペアですね、新薙ペア、神絵師神絵師、絶望に下手な人と超上手い人ね、こっちで絵の上手さで温度差があります、神絵師なんだよな、ね、平均で平均的になったのかな、してみるアベレージってそういう感じですかね、うん、まあこの2人はそうですね、まあ、シンさんがまずショーしか絶対使わないんで、あのだし、まあ、ショーはね、もう1人で完結しちゃってるから、そうですね、まあなんか、うん、あ別にショー以外でも使っていいですよ、完結できるキャラっていう意味でも、カンはいい選択なのかなっていうふうに思いますよね。いや、でも俺、ショーダメって言われたら、俺、多分出ないな。敵のターゲットを取りつつ、声でカンが安定して、うん、
そうですね、火力出せるみたいな、火力出していくって感じになるんですかね。うん、そうなんですよ。そうなんです。一応練習配信見たんですけど、はい、かなりなぎちゃん先生の昨日のやつか高かったんで、うん、そうなんですよ。昨日ねノーミスで結構回れたんですよ。それは、うん、大ですね。結果が楽しみですね。そうですね。やばい。まあ、今回はなぎちゃん先生が初出場ということで。やばい。そうですね。絵だけじゃないですもんね、なぎちゃん先生。まあ、絵だけじゃないぞというところで、ね、なぎちゃん先生と思います。きっと見せてくれると思います。やばい、待って、なんか。なぎちゃん先生、絵だけじゃないですよね。重責が。重責が。頑張ってください。やばい。大食いもいけるなぎちゃん先生見せましょう。重責が。この大会唯一のね。卵焼きだったらいくらでも食えるぞっていうやつ見せてあげましょう。身が重いよ。やばい。プレッシャーがすごくなってきた。まあまあやちゃんは、まあ、目玉焼きならいくらでも食えるぞってところ見せてあげましょう。いやー目玉焼き、まあ、目玉焼きは、ね、前回の黄身が好きじゃないんだな。タルタリアで食べたんで目玉焼きって、まあ、あの回復するアイテムなんで絶対に食わないでくださいね。練習が活かせるとか復活アイテムなんで食わないようにしてくださいね。大丈夫です、食べちゃわないで、まあ、せめてあの黄身だけ残すんで大丈夫です。感じになるんですかね。そうですね。HP50 くらいで復活みたいな。ちょっと他のパーティーに比べてあの武器の突数が。でもな、俺がな、今回って、ね、俺がな結構大食いしちゃう可能性あるんだよな、目玉焼きの。この二人は両方とも星5の無突数。いやマジで。ああなるほどなるほど。無突武器なんだ二人とも。火力的にはそうですね、不利ではあるんですけど。うん、いやでもさすがヤーちゃんさんだね。何があるかわからない。レーザー。ヤーちゃんめちゃうまかったからな、うん、前回のやつ。一番面白いところは。そう。そうですね。何をなので本当にそうそうそう、だからまあボンミスだけはね気をつけて丁寧にこう、そうからくりで前回死んでしまったんだろうけど、ヤーちゃんさん全然あるんじゃないかな。マグーケンキーがめちゃうまかったし、物理がダメっていうだけで、うん、物理がダメなところはタルタリアでいけるから、そこだけを、いや結構いいと思うんだよな。入試回収も結構レザー優秀だし、ノエルさんの練習ちょっと見てたけど、なんか騎兵がタルタリアの弾流で処理できるからめっちゃ強くて、そうそうそう、勝手に死んでるんだよねコアが、はい、以上5チーム、うんうんうん、それがあったからかなり良さそう。さん、ボビーさん、いいな、優秀だな。そして増井さん、さきねるさん、しんさん、なぎさん、やーちゃんさん、のえさんの5チームが今回の出場者となります。はい、よし、トイレ行ってくる。あ、行ってらっしゃい。あのこちらのお腹がやばくなってきた。いやほんと、いやなんか今日やばいんだよなお腹が。まあ、うん、ゼロさんにじゃあちょっと俺トイレ行ってきます。僕はうんうんとうなずくだけなんで。みんなルール見ておいて、ルール超大事だからみんな見ておいて、ルール見ておいて、トイレ行ってきます。はい、それではお次はルール説明の方に行きたいと思います。ルール説明でございます。ルール説明、ちょっとね、Twitter の方で告知を忘れてしまって、ちょっとルール説明の方が不足あって殿堂入り。まあここでしっかりと私はちょっとまだね初出場だからね、はい、殿堂入りは無理だね。いやでも優勝はしたいね。今回は2人1組のチーム戦ということで。はいはい、今までのなぎチャレと同様に体力150の状態で決められたボスと順番に戦っていただきます。まあその150の状態にするにはまず復活アイテムを使用して、まあ、復活すれば150に自動的になるので、なぎさんもゼロさんもすごい落ち着いてる人だからなんか戦っていただきます。なんかちょっと面白いな。まあ、今回は2人1組ということで2人でボスに挑戦していただき、2人とも死んだ場合は最初のボスから再挑戦となります。そうだね、昨日と同じようにいければ大丈夫。相方がその後ボスを殺した場合は昨日以上のものを見せたい次のボスに進むことができます。うん、なので2人同時にっていうか、ゼロさんの運が面白い。同じボスを死なないようにだけ気をつけてください。そうですね、まあ、やられても味方を信じれば次に進めるっていうのは、そうですね、そこが新しいですね。そうそう、結構今回の見どころになるんじゃないかなと思います。ねえ、なぎさん緊張して、なんか結構ね、いつも死んだらおしまいみたいな、緊張してるってよく言ってるから。そうですね、そこが2人組になるとまたちょっと変わってくるのが、まあ、今回の見どころかなと思います。うん、はい、それでは次、ボスについてと、まあ、キャラの縛りについてですね、まあ、ちょくちょく触れてはいたんですが、はい、うん、まずはボス攻略一覧ですね。一番最初に急登樹もしくは馬剣樹。頑張ってください。ありがとう。頑張ります。雷、無双の水、無双の風、どれでもいいです。で、3番目がエンシェントビショップ。で、4番目がマグー剣気。で、5番目、こちらが新しいボスですね。アビサルビショップ。アビサルビショップ。まあ、この2体ボスっていうのも、まあ、今回2人1組っていうのを、まあ、2対2の戦いみたいになるので、
そうですね、確かに結構面白いところなんかなと思います、うん、そうですね。6番目がからくり陣形あのそうですねしか言えないよな、ゼロさんも。で7番目がですね、うん、やばい、なんかじわじわくるな、8になりますね、なんかちょっと面白くなってるね。ジャガリオって元素何なんでしたっけ、ちょっと忘れちゃって。炎と氷だったかな、炎と氷、まあ、氷があるので、うん、それこそ今回結構ね氷アタッカーが多いので、そうですね、多いのでちょっと耐性は上がっちゃいますね、はい、それはちょっと難しいところかなとも思います。ね、そうですね、そうとしか言えないもんな、しょうがないよな。キャラシバリはチーム内のキャラの凸を最大で、そうですね、もっと、まあ、例えばカーン6凸プラス進化組凸ですね。いやでも私もこの立場だったら絶対星のキャラに関してはカーン凸でも星5、うん、うんうんとかしか言えない、とさせていただきます。なので例えばカーン6凸と、なんだろう、まあ、行幸貫凸みたいなパーティーでも全然問題ありません。空蛍、まあ、今回は、いなかったんですけど、空蛍とかアーロイは星の扱いとさせていただきます。で続いて武器についてですが、チームの武器の精錬ランクは最大6までとさせていただきます。最大6までした、あ、おかえりなさい、みたいな感じで、ね、ただいま星4武器、こちらもキャラと同様に星4武器は大きくしてもいいかもな、精錬ランクに関わらず精錬1と同じ扱いとさせていただきます。こんなもんかな、まあ、基本的なルールに関しては大体こんな感じですね。さあさあさあ、細かいルールに関しては概要欄のルールを参照していただければと思います、うん、あと15分切ったのか、はい、ということでルールに関しては以上となります。それではだいぶ早いの、他、本来、20時半からスタートと言っていたんですが、うん、だいぶ早いな、早い、ちょっと思いのほか早く終わってしまったので、はい、あ、20時20分から、はい、20時20分から、試合開始とさせていただきます。ちゃん先生大丈夫ですか、20時20分から、ね、大丈夫よろしければディスコードの方で、OK など、話を OK です、言っちゃいますね、はい、の方で枠消してと、20時原神の音出して、いや急に本番が目の前に来た。うん、急に目の前がドーンってきた。危ない危ない危ない。ちょっと待って、じゃあちょっともういろいろと準備整えておかない。あ、でも HP75 で爆発ももうちょっとだから別にいいか。大丈夫？うん、大丈夫。生物だけ見ておいて。ちょっと待ってね、こういう色になってる。あ、大丈夫だな。うん、あ、ちゃんと装備確認して大丈夫だね。ただ、20分になって、うん、即始めるとかじゃなくて、俺がちょっとタイマー測るんで、うんうん、それに合わせて、やっていただければ。OK です。じゃあ、タイマー任せます。これが、傷つけられると思うだ。はい、タイマー任せてもらって。あ、ちょっと待って。やばいやばい。解説が耳に入る。ストップ。閉じるぞ。さよなら本配信。もう一時停止してやめようか。うん、やめよう。さよなら本配信。すいませんが。芝生に寝転がると大地の鼓動が聞こえてきます。待ってね、みんな、タイマーがここでこれ出ておりますかね。大丈夫かな、出たかな、出たね、オッケーオッケー、これで出るんで大丈夫だね。これ一回消すとこ、トーマのボイス聞いとこ、これ下のところにいっとこ、少しでもタイムあれのために。そうだね、トーマの顔見て落ち着こう。ふう、落ち着く。ふう、さあ落ち着いていくよ。やばい、いや大丈夫大丈夫大丈夫、本番名誉雑魚にならないように気をつけないと。ダメ、言っちゃダメ、もうほんと言っちゃダメ、ダメだからね。ダメだからね、ほんとにダメダメ。なぎちゃん先生の反応がマジで面白い。あたしで遊んでるの。もうダメ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 。嫌なことを思い出してしまった。嫌なことを思い出してしまった。あ、25分、あ、25分 OK かな。あ、ごめんなさい、25分になったっぽいっすね。あ、そうなんだ、今急だったからね。ちょっと、うん、ちょっと急だったんで、デッサンがちょっと20分は無理そうだったんで、25分になります。はい、 OK です。はい、25分です。じゃあこの間どうしようか、ちょっとかくれんぼしに行きます。
やば、参加できねえ。ちょっと二人で隠れ虫に行きます出れないやつや。割とあるじゃない隠れんぼしに行くの、緊張ほぐしに。なんか緊張ほぐれることないかな。ないかな、なんか。なんかないかな。やばいやばいやばい。あ、やばい、手がやばくなってきた。大丈夫？温めてもろて。手が冷たい。温めてもろて、ちゃんと。ああ、お茶があったけ。はあはあ。うそ、ぬるい。めっちゃぬるいわ。あーやばい、ダメダメ、緊張してダメ。いいんだよ緊張しよう、もうねベスト尽くすだけ、もうやるだけやるだけ、目の前の敵を倒していくだけだね。あやべ、スイートフラワー取っちゃった。どうぞどうぞ、スイートフラワーぐらいどうぞ。やったはい、どんどん取っていっていただいて大丈夫ですよ。欲しい。しりとりしようって書いてあるよコメントに。しりとり。あー超う。運金は終わっちゃうからダメだな。それは終わるな、運金は。緊張が伝わるな、それは。うってなんかあったっけ。う。いや、あ、普通にいいんだよ。牛とかさ、そういうのでいいんだよ。ええー、いや、どうせなら原神がいいじゃん。原神関係がいいの。どうぞ。うってなんかあったっけ、誰かいた。あ、わかった、運師匠、運師匠だ。あ、運師匠、運師匠、うさねえ。いや、流石風神君ダメだな。う意外といなくない。あれ、いねえな、意外と。意外とないよ。なんかいたっけな。あ、ウサギ伯爵。あ、そう、確かに。ほんとだ、確かに。クだよ、ク。クいや、マジで出てこないんだけど。クって何があったっけ。クやばい、マジで出てこない。意外とクいないか。いや、いるクレ。あ、そう、くれ。え、これさ、レ？え？レ、レか、レかな？レ。レだな、レ。レ。レかな？レ。あぶね、錬金って言っちゃうところだった。あぶね。レ。あ、いいじゃん、錬金術。つ。つ。いや、つこそないぞ。なしてもいつか。つ。つ？つ。つ。え？ない。マジでお腹痛くなってきた。じゃあ本当に大丈夫。マジでお腹痛くなってきた。やべえ。大丈夫か？あの、本当、あの、行きたかったら行ってもろて。大丈夫よ。仕事がまだ終わってません。ちょっと、ディスコードにトイレ行くんで、ちょっと遅れますが、皆さんやっていただいて大丈夫ですって言っとこう。うん。あの、我々が遅くからタイマーを測り始めたら、いいのかな？うん。お願いしやす。おべえ、ちょっと待って。大丈夫？大丈夫？トイレ出る。あぶねえ、お腹痛い。あ、興奮しまずるな、まあいいや。あ、つ、確かに。サレービチ、確かに。いや、コメント欄賢いな。あ、鶴見、あ、確かに。賢いな。こんな風に暇を。みんな賢いな。ことになるとは。意外と思いつかないんだよな。え、たまじ、しんさん大丈夫かね。やっぱね、ラーメンはね、あの、食べるタイミングを考えた方がいいね。いつも食べてるものを食べるべきやな、こういう時は。お肉つみつみだね。そう、つみつみお肉じゃなくてお肉つみつみだからね。いや、意外とでも原神しりとりってやろうと思っても思いつかないよね。あー、椿さんね、彩香のまんまの別名。
あーやば、マジで緊張するな。本配信は始まっとるかな、もうそろかな。あ、釣り。シンプル、シンプルに釣り、確かにあるわ、あるわね。ふぅ。ドキ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 、頑張ってください。ありがとう、頑張ります。やばい、あーマジで緊張するな。危ねえ、メーター下ろし忘れた。危ねえ、ちょっと待って、大丈夫大丈夫、ただいま戻りました。大丈夫かな。嫌なことを思い出してしまった。大丈夫そう。え、もうみんな始まってる感じこれ。え、わかんない。ちょっと私今もう本配信見てないから。あ、いよ。じゃあ、始まりましたね。じゃあ、始めていきましょうか、俺たちも。オッケーです。なぎちゃん先生、大丈夫ですか？オッケー。はいよ。じゃあ、ちょっと待ってね。よっ。じゃあ、始めていきますね。はい。ちょっと待って。大丈夫かこれ。大丈夫だな。では、行きましょう。はい。よーい。スタート！スタート！どうぞ。お願いします。お願いします。頑張ろう。いける。頑張ろう。いつも通り。冷静に行こう、冷静に。部外者禁止。おい。一回、よし、オッケー。オッケー、一回。よしよしよし。いいよ。危ねえ。今、しっかり見たわ。で、レーザー。おい。ナイス。オッケー、これゆっくり行きます。はい。慎重に行こう。ここだ。ね、これでオッケー。オッケー、ナイス。いいよ。オッケー、はいよ。無双の雷。オッケー、行きましょう。よしよしよし、いいよいいよ。手汗やば。次の仕事は手汗やば。待って待って、少佐は大丈夫大丈夫、あの俺が引きつけるだけなんで大丈夫。はい、お願いします。はい、引きつけておくんで少々お待ちを。よし、頼んだ師匠。これじゃんけんじゃない、この位置じゃんけん。オッケー、オッケー。はい、さあ、さあ、お願いします。会心出て、オッケー、いいよいいよ。はいはい、オッケー、ナイス会心。会心これでオッケー。ルリの前に、の前に、オッケー。よし、演技の前行っときます。あ、やべ、こうしてあそこ落ちた。オッケー、オッケー、倒し終わった。オッケー、終わったよ。ナイス、演技を入れ、ワンポイント。ふぅ、落ち着け落ち着け、いけるいける。よし、やっていいよ。やばい、なんかちょっとラグが起きてるな。あ、オッケー。ちょっとね、危ないよね。うん、なんか今その場で足踏みしてた、私の塩ビ。面白かった。ゲンガー、オッケー、オッケー。おい、オッケー、ナイス。いいよ、この辺りでよく見ておいて。オッケー、うん、いいね、いい感じいい感じ。よしっかり避けとく、しっかり避けとく。これ収まり禁止、スキルも貯めておきたいからね。そうだね、オッケー、それか、スキル備えて、オッケー。そう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 、これもちゃんと爆発避けてね。うん、オッケー、オッケー、ナイスな、危ない。よし、行こう。よし、次魔牛元気行きましょう。もうここにね、出入りが3つ固まってんすよ。早く行きてー。スキルはいる？固まることなかなかねえて。スキルいる？いる。オッケー。お願いします。よし。お。マグケンキくん。行くよ。よし。帰るぜ。帰って。困りな。帰らせていただきます。実家に。実家に。仮面からか。オッケー、ナイス。なかなか珍しいね。ね。オッケー、たまり。オッケー、ナイス。おーい、オッケー。よし、いいよいいよ。いいよいいよ。これでオッケー。これで。お、お、ナイス。いいよ。どんない。そっち側に向かうと思う。オッケー。下がるよ。はいよ。こっちね。うん。あー、課金せんで。俺が倒すんで、大丈夫。オッケー、ナイス。よし。ちょっと守衛行かせてくれ。了解。下の守衛、下の守衛。ふぅ、いいよ、いい感じ。ついていき、守衛の目を。あれかな、ロードの問題な気がするな。よいしょっと、ロードか。
うん、なんかちょっと労働遅い気がする。一発だけやればいいから、はい、一発だけ目を壊せば OK です。 OK、 あざす。 OK、 逃げていいよ。失礼、帰る。ほい、大丈夫そう。よし、うん、大丈夫。次の仕事は、さあさあ、次の仕事は、次の仕事はアビサルビシャップ。そう、アビサルビシャップ討伐。よし、アビサルの美ってさ、なんかちょっとなんかちょっとあれな気するんだよな。美美美そう、ウに点々で美でいいと思うんだ。あ、でも私これアビスのあれだと思うんだよね。アビスのアビサルだと思うんだよね。あ、なるほど。そうそう、やべ、そんなこと言ってる場合じゃねえ考察タイムまさかのやばいやばいやばい、こんなことで考察してる場合じゃねえ。大丈夫、ちょっと待ってよ。はい、 OK、 ナイス、いいよ。 OK、 ゆっくり見ていこう。そう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 、いい削り、いい削り。はい、怒るよ、紫。 OK、 で、よし、もうこんなに。 OK、 ナイス、危ねえ、ナイス。いいよ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 。で、もう雷死ぬ。はいよ、 OK、 ナイス。あざます。そっち行っちゃうか、もうしょうがねえな。危ない、気をつけて。オッケー、危ねえ。よしよし、うん、いいよ。雷見ながら、雷を見ながら、こっち来てる、うん、雷を見ながらフィールド展開。オッケー、次の仕事は。いいよ、うん、雷大丈夫、攻撃続けて。はい、てるね、オッケー、ついていきます。大丈夫、エネルギー弾。はいよ、オッケー、ナイス。よし、からくり行こう。行こう、いいよ、からくり、からくり、からくり。ふぅ、いけるいけるいける。さあ、からくりだ、行くぞ。行こう、ちょっと待ってね。はい、いいかな。ほい、ゴー。ふぅ、おさわり禁止、おさわり禁止。気をつけて、会心出して、カオちゃん。ほら、オッケー、いいよ、ロケット、ロケット、そっち、オッケー。あ、いよ、ここだ。で、レーザー誘発。はい、オッケー、オッケー、ナイス。さあ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 、いいよ、次が上からレーザー。次が多分騎兵召喚だから、こいつの近くに寄っておいて。オッケー。来たね。うん。よし。で、方の一辺で、一辺の真ん中から見て。次の仕事は。こっち。こ、オッケー。こ、え、なんで？あ、あ、ギリギリ入ってんのかこれ。いや、頑張る、頑張る。頑張って、すまん。召喚化粧。やめて。よし。一体一体順調に、順調にじゃねえよ、慎重に、慎重に、慎重に。折り紙もちゃんと見て、部内者禁止、折り紙も見て、次のし、オッケー、ナイス、よし、来た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 、落ちなさい、いけるいけるいける、おさわり禁止。あー、やばい、倒した倒した、もうちょいもうちょい、オッケー、倒した、わざ、あそこで待っといて、そこで待っといて、わかった。ほい、じゃあ右側から行きやす、はーい、はい、どうぞ。よいしょ、あー、めっちゃめっちゃ心臓バクバクだった。今ギリギリだったもんな、俺ちょっと、女、申し訳ない。あー、よかった。せっかくのチャンス、いや、でも俺も最初折り紙壊せたからよかった。うん、おかげさまでなんとか。俺は敗者に優しい、いいよ、攻撃しまくってもらって、はい。あー、緊張した。チャンスだ、よし、ここまで。オッケー、で、広がらない、もうちょい、それでラストだと思う。オッケー、ナイス、いいよ。さあ、褒めてあげよう。やばい、もう手が震えるのがバレる、これエイムで。気をつけて、気をつけて。オッケー、オッケー、ナイス、いいよ、いいよいいよ、いい感じいい感じ、最高。さあさあさあ、どっちに来るか、そっちね。オッケー、オッケー、これでついていきます。よっけで。
くるよ、でっけえの。おしおしおし、でっけえの。いいよ。で、俺狙いね。おい、3回。オッケー、いいよ。いいよ。部外者禁止。で、多分、あ、いいよいいよ。オッケー。はい、オッケー、ナイス。よし、リオ。リオ行こう。いいよ、いいよ、いいよ、いいよ。いいよ、めちゃくちゃいい。いけるいける、めっちゃいいぞ。うんうん、いける。さあ竜王戦、落ち着いていこう、落ち着いて、落ち着いていこう。大丈夫、竜王はね今のところそんなに心配はないから大丈夫、うん。さあムービーがどっちになるか。あ、多分俺だな。あ、あ、ね、そっちか。あざす、オッケー、ラッキー。いいよいいよ、運がいい運がいい。ありがてありがて。凡人、身の程をわきまえよ。正面に待て、正面、オッケー。おい、あ、正面じゃない。まあ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 、距離離れてるんでね。大丈夫大丈夫、オッケー。また正面か。おーい、これで大丈夫かな。もう攻撃しなくて大丈夫。はい、オッケー。静まらぬ。運も味方してくれてるわ。味方してるね、大凶パワーだこれ。よし、いいよ、このまま順調に。今こそ全ての怨嗟を払う時なり。払う時なり。よし、これでヘイト買ってもらって。部外者禁止よ。オッケー、オッケー、足元安全、助かる。よし、ね、めっちゃ助かる。オッケー、オッケー、早い、いいよ、いいぞ、いいいいいい。しばらく攻撃してもらって。オッケー、もうちょいいけるか。おった、オッケー、当たっ、よし、こっからだ。うん、こっから。貴様らの墓場。俺ね、大丈夫なんだよね、今の間は乗っていても。そう、そこもね、解明して、で、ここで消えると。消えると。あれ、消えねえ。大丈夫大丈夫、あ、消えねえ。本当だ、消えてない。ラグか、あの、まあ、いいや。怖いね。怖いね。来た。OK。狙える。はい。まだ狙える。まだ狙える。よし、大丈夫。そっちにヘイト向いた、気をつけて。オッケー、オッケー、大丈夫、生きてる。あざす、これで終わらせる。終わらす、オッケー、ナイス、オッケー、オッケー、よしよしよし、一周、じゃあもう一周いくよ、行こう、から。オッケー、あ、お目目犬気に、みんなちょっと数えておいてくれ。一周クリア、うん、一周クリア、記録ね、お願いします。うん、よろしく。ちょっと主演ところ来て、あざす、お目目犬期待します。分かってたか。あ、やばい。いいよいいよ、いけるいける。はい、あざす、一回でいい？いや、もうちょい、もう一回。うん、え、なんだ、固まった。え、ちょ、でる固まった、大丈夫、ちょ待って、え、何、怖、大丈夫、今の子、え、フリーズ、フリーズしてた、主演が完全なフリーズ、え、なに、これは、悪意なのか。主演くん、え、なに、ちょっと待って、これどうしよう、え、これ伝えた方がいいか、今のは、いや、大丈夫か、いいか、普通にやり直したらいいんじゃないかな、うん、ちょっと普通にやり直すわ、うん、え、なんだ今の、ボスじゃないからね、いや、怖っ。今の分タイマーストップっていいのかな。いやー、でもいやー、うん、粒子ためはみんな時間内でやってるからダメかも。あー、そうか、うん、とりあえずリベンジしよっか。いや、変な動きしてるな、マジで意味わからんかったな今。え、ミサイル、さっきのが残ってるね、ぽいね、おお、怖っ、あ、オッケー、オッケー、あざっす、よし。怖っ。まあ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 、こういう事故もありますよと。おお、で、これに切り替えて、よし、2周目行きましょうか。脇交通の方たちは雨の、2周目行こう、行きましょう、ゴーゴー。いや、今ので逆に冷静になれたな。そうだね、うんうん、冷静になれた。そっちも、え、やばい、おかしい、表示が。頭がもう向いてたのに。レーザー、ちょっと落ち着いていくね、うん、ゆっくりいきます、冷静に冷静に、うん、冷静に冷静に行
けるかな。オッケー、ナイス、いいよ、オッケー、オッケー、いいよ、あ、無双の雷行きましょう。よし、俺がヘイト買うんでゆっくりで大丈夫だよ。はい、頼んだ。よいしょ、あ、ショック早い。よしこう、いいな、私も兵器進速したい。よし、オッケー、兵器進速はタルタリアだけどな。はい、ここまで兵器進速、じゃんけん、この辺りならじゃんけん、じゃんけん、はいはいはい、オッケー、いいよ、これはワンターンでいけるか。次の仕事は開始、開始出して、カウちゃん開始出して、上田だ。オッケー、会心全部出た。オッケー、ナイス。よろしく。じゃあ遠慮いきまーす。はーい。これは。じゃあよろしく。任せろ。で、うわ氷だ。うわマジか。だる。まあ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 落ち着いて倒したらいって。オッケー、終わった。あ、間違えた。遠慮ね、遠慮。はーい。なんか任務画面開いちゃった。よし、オッケー。次。これ。いや、怖い、ラグってる、ラグってる。お、うん、さあさあさあ。で、次が、パンチ。オッケー。これ、しっかり避けます。はい。安全に行こう。で、次でゲンガン来ると思う。オッケー。ゲンガン、オッケー、いいね。はいよー。おい、あばい。で、ここしっかり見ておこう。はいよ、パンチ、オッケー、ほい、この辺りでやめとこう。うんうんうん、オッケー、安全に行こう。あ、安全にちょっと行きますわ。これ、氷広がるから気をつけないとね。うんうんうん、氷は広がる系だからね。で、オッケー、潜る、はい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 、あかん、攻撃もう大丈夫、俺が全部、あとはやるんで、有志ダメで。ほっ、オッケー、ナイス、いいよ、よし、次もあのマグスキルからでお願いします。了解。よし、いいよ、いいよ、行きましょう。いい感じ、いい感じ、なんかちょっと落ち着いてきた気持ちが、うんうん、逆にさ、ラグのおかげでさ、なんか、うん、逆に緊張感持っていけるよね。そう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 、慎重にいける。うんうんうん、いやー、ラグは勘弁してほしいね。オッケー、よっ、さあ、誉れスタート。あえてここでたくさんちょっとスキル使おう。うんうん、粒子のため。あ、やべ、ずり落ちてた、落ちてて、よし、引っ付けて。よしよし、じゃ時間的にあれかな。オッケー、オッケー、じゃあこれで次のやつにさせて。オッケー、で、オッケー、ナイス、おい、ギリギリ、ナイス爆発、おい、いいよ、よし、オッケー、ナイス、そっち側に下がるよ。はい、あ、下がらない、うん、はいよ、こっちじゃないね、よし、オッケー、オッケー、よし、オッケー、オッケー、ナイス、よし、アビサルビショップ、行きましょう。粒子は大丈夫そう。粒子は大丈夫、オッケー、じゃあすぐ行こう、行こう行こう、ふう、ゴーゴーゴー、ゴンゴンゴン、次の仕事は、いや、めっちゃいい感じやね。うん、いい感じ、いい感じ、よし、最高最高、大強バフのおかげだよ、大強バフ、そう、大強バフ。本来デバフなんだが。あー、一バグ起こってる、大丈夫、後々結局はそっち側に行くから、はい、落ち着いて、ルリのように落ちなさい。よし、いいよいいよ、で、俺狙い、はい、これ弾でね、オッケーオッケーオッケー、ナイス、いいよ、いいよ、オッケー、ほい、結構残ってる、おお、いいよ、ナイス、いいね、いい位置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 、かなりいいよ、触り禁止、オッケー、ナイス、オッケー、ついていきます。当たらんか、さすがにこれは当たらんな、じゃあね、怖い、気をつけて、オッケー、上手くなった、ナイスナイスナイス、いいね、うまいよ。ほい、いいよ、で雷が向こう側か、こっち来てる、俺狙いか、いや、あかん、うん、フィールドが、あー、じゃない、多分フィールドが来る可能性あるから気をつけといて、だね、もうそろ、あ、フィールド、
で雷も気をつけて。はい。もうそろ来るか。あ、そっち行って。俺狙い。あ、いよ。オッケーいいね。オッケー、ナイス。いいよ。よし、カラクリ。カラクリ行こう。カラクリ。カラクリ。いいぞ。連携うまいな。いや、めちゃめちゃいい。めっちゃいい。いや、おみくじ引いてて正解だったかも。おみくじ引いてて正解だったんじゃない、マジで。イエーイ。よし。待ってね。おい。おいしょ。はい、ロケット。そっちね、オッケー。はいよ。いいよ。ね、次上からレーザー来る。はい。オッケー。ナイス。で、次、俺狙いのレーザー。はい。助かる。よし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 。次わからん。次上からレーザーかな、多分。変化？あ、違うね。あ、いいよ。大丈夫大丈夫大丈夫。しっかり避けれるんでね。どこのボットン召喚？どこのボットン召喚？こっち来た。あ、そっち。オッケー。もう削れないか。で、軽召喚来る。はい、オッケー。さあ、ドイツだ、ヘビは。ヘビ落ちた。オッケー。召喚結晶。蚊に気をつけて。オッケー。ヘビ壊せた。あ、だっ。何？オッケー。これで壊せないか。だったらこれで。何？お前そっち行くなって。まあ、オッケー、ナイス。オッケー、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 いいよ。よかった。なんかよくわからん。そっち側に向いちゃったな。まあいいや。これでカラクリは終わり。終わり。よし。タルタリア行こう。行こう。いいね。いいね、いいね、いいね。いいよ、いいよ。さあタルタリアも倒しちゃいましょうか。倒しちゃおっかな。少しは成長したようなんでね。そう。少しどころかだいぶ。せっかくのチャンスだ。俺狙い。はい、こっち来るかな。そっち向く可能性ある。はい、俺は敗者に優しい。攻撃続けていいよ。チャンスだ。オッケー、ここまで。もうそろ。俺狙い。はそっち行く可能性ある。オッケー、終わった。よ。止めてあげよう。よいしょ。ナイス。で、一気に来る。はい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 。はい。はい、オッケー、ナイス。オッケー。それ避けれるのでかい。俺の番だ。オッケー、ナイス。いいよ。いいよ、いいよ。で、狙い。はい。じゃないか。あ、そっち行った。ね、うん。よし、いいよ。そっち行けるね。はい、水のようだよね。え、出してないんだけど。わ、あ、ああ。なんかちょっと変な動きをするな。あ、ね、びっくりするな。いいよ。で、俺狙いじゃないか。うん、だよな。オッケー。で、これで終わらせる。オッケー、ナイス。よし、リオ行こう。リオ行こう。いやー、来てる来てる、マジで。いいぞ、いいぞ。めちゃめちゃいいよ。よし。さあ、このまま2周目もクリアさせちゃおう。さしちゃおう。いける。あ、危ね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 。一人で行こうとした。一人で行こうとした。危ねー。焦らず焦らず、ゆっくりね。さあ、あ、ムービーだ。オッケー、いいよ。あざす。いいよ、いいよ。そう、そのままなぎちゃん先生の方に行ってくれ。そう、もうムービーはずっと私が見てればいいの。人身の程をわきまえよ。何の攻撃だ。あー、なんか違う。あ、なかなか珍しいですね。あ、おお、移動からの正面。珍しい。ちょっとラグひどいかもな。かもね。あ、大丈夫だよ、もう。はい。ラグがちょっとひどいかもしれない。ラグいね。あ、ちょっとラグいが大丈夫かな。おい、ゴーゴーゴー、いけ、カンちゃん。よし。今こそ全ての怨嗟を払う時なり。よし。いや、もう日頃の恨みを散々晴らさせてもらう。晴らしちゃって、ちょっとね、あんまり攻撃入ってないんで。オッケー。結構やってもらうことになると思う。大丈夫、よろしく。もうそろかな。オッケー、ナイスナイスナイス。もうちょいいけるか。もうちょいいけるか。オッケー、そこまで。よし、いいよ。よし、いいよ。さあ、こおり、ゴーゴーゴー。貴様らの墓場となる。いいね。
次の仕事は。あ、来い。風雪の祝福。ずっと言って。次の仕事は。その身に受けるがよい。いいよ。さあ、大丈夫。俺は避けに専念。撃っていい、撃っていい。まだ撃ってる。いいよ、スキル使ってるも回避する。オッケー。来た。来るか？来ない。多分そろそろそっちにヘイト抜くと思う。あ、やばい、間違えた。大丈夫。ごめん、任せる。任せて。任せます。任せろ！あぁ、やべえ、間違えたな。反対っつった。なんだ？大丈夫、大丈夫？ 2 周目？大丈夫？生きてる？あ、なんか2周目入った。2周目？ 2 周目とは？なんか氷のやつの2周目入った。なんだこれ？ちょっと待って。そんなパターンあるのか。いや、ないないない、普通。あ、なんだこれ。イレギュラーまみれ。いやでも生きれてる。なんか生きれてる。ナイス。いいぞ。頑張って。これで終わりだ。オッケー。いけた。なんか勝った。え、ナイス。ありがとう。マジでありがとう。よしよしよし。危な。なんだ今の。ほんとよかった。いや、怖っ。今震えた。もうほんとありがとう。助かる。よしよしよし。2周クリアしました、皆さん。いや、いいね。2周いったいった。いけるいける。なぎちゃん先生、主演で待ってて。あ、そうだ、主演主演。オッケーオッケーオッケー。上来て。オッケー。あ、いや、ほんとナイス、ありがとう。任せてもろて。あれかな、私があそこで死んだからちょっとイレギュラーになっちゃったのかな、パターンが。かな、わからないけど。壊せる？あざす。逃げる。オッケー。ナイス。3周目行こう。行こう行こう行こう。ちょっと待ってね。まあでも全然ね。200円に変えます。はい。連続で行けてるから。もう行けてる行けてる。うんうん。死んだのは残り時間34分いける。あと2周ちょいいける。あと2周ちょいいける。うん、よし、いゴー。さあ、いやだだ、よし、スタンプ。次の週1回だね。よし、オッケー。大丈夫、被害者禁止。でビーム、はいよ。ちょっとしっかりいきます。はい、ナイス、助かる。はいよ、オッケー、いいね。オッケー、無双の雷。行きましょう。ふぅ。さあ、3周目。なんか、今日、あれだな、過去一、お互い補い合ってる感があって。補い合ってるね、マジで。ミスってもね、びっくりしたもん。そう、カバーできてるから、かなりでかい。いいよ。いいよ。よし、起きて、アレフくん。いや、今のところちょっとね、技術点欲しかったよね、俺ね。いや、見ててほしい、今のところ。いや、アーカイブで見る。アーカイブで見て。見る、絶対見る。突然の状況へのあの対応力。あれ、惚れちゃうな。いや、ちょっと、なぎちゃん先生、惚れちゃうだろうな、今の俺。そういうこと言うからダメなんだよな。え？それ言わなきゃよかったんだろうな。それ言わなかったら最高だ。今からちょっと危険出してきます。それ言わなければ完璧だったんだよな。あれ、もう一回か。待ち氷だ。マジ来てるね。倒した？倒した倒した。うん、オッケー。さあさあさあ、こっちで言うからモテないんですよとか言われちゃったよ、みんな。待ちそう俺。事実よ、事実。いや、いい、なんかこんなこと言ってると俺死ぬからやめとこう。そう、ちょ、も、戻ろう。試合モードに戻ろう。戻ろう戻ろう、試合モードに。オッケー、玄関。玄関ね、オッケー。ほーい。はーい。オッケー。しばらく何もできないと思う。はい。召喚化粧。火力をちょっとで上げて。オッケー、ここで気をつけて。オッケー、ナイス。おい。当たらなくてごめんね。当たらなくってよ。さあ、これ気をつけて。オッケー、ナイス。いいよ。マグ剣気いきましょう。スキルからお願いします。了解。よし、ふぅ、いいな、なんか冷静に慣れてきた、ほんとに。うん、いつも通り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 。よし、スキルお願いしやーす。はい、部外者禁止。あたす、助かる。よっ、誉れじゃーい。ほっ、オッケー、ナイス。いいよ。いやー、これちゃんと避けとこう。うん、あ、ナイスナイスナイス。うん、おーい、このタイミング。はい、ナイス。からの、おーい、
こいつの背中側。やべえ、それは。おーおー、ナイス。おい、あ、やべ、落ちちゃった。こうやってね、対応力がね、ショーの真骨頂なんですよね。そう、上に横に移動できるから。いや、マジナイス。任せて。こっち、やべ、それか。あいよ。やっぱ本番は気合い入れてくるね、敵も。入れてくるね。なかなか面白いじゃないのよ。あ、よし、オッケー、ナイス。サービサル。爆発は大丈夫そう？大、ちょっと待ってね、ワープしてから見るわ。オッケー。さてさて、どう？これで大丈夫、いける。よし、ゴー。危なかった、今なんか今日俺技術点やばいぞ。いや、ほんと今日やっぱさ、あれだよ、私の配信バフと、はい、そう、シンさんの配信デバフがね、いい感じにプラマイゼロになってる。うん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 、よし、いいよ、いつでも起こしてないと。よいしょ、横に避ける。うん、横に避けて。オッケー、ルリのように落ちなさい。で、俺狙いで来るよ。ほい。ほい。いけいけいけ。頑張れ、カウちゃん。ここまでかな。オッケー。もう一発いける。よし。はい、はい、お登りな。開始。オッケー。オッケー、ナイス。エネルギーだ。はいよ。オッケー、ナイス。いい位置だね。いい位置、めっちゃいい位置で、雷が死ぬ、オッケー。じゃあ、遊ばーす。で、ちょっと冷静に。はーい、オッケー、オッケー。いいよ、あとこんだけか、いけるいける。召喚化粧かけて、エネルギーボール。おい、うん、雷もよく見ておこう。見ておこう、雷こっち来てる。こっち、ガム。で、フィールド来るよ。うん、オッケー。ナイスナイスナイス。雷は大丈夫。オッケー、助かる、そっちから見ててくれるの。オッケー、オッケー、ナイス。よし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 、いいよ。しゃ、リュウじゃね、稲妻稲妻、からくりからくり、からくり行きましょう。よしよしよし、いいよいいよ。からくりも今のところうまくいってるからね。いってるからね。いけるいける、勝てる勝てる、仕事は勝てるぞ。よし、お触り禁止、お触り禁止。ここまで。はいよ、上から。はい、ナイス。で、次、剣かロケットかレーザーか、それか。じゃあこれの次、多分ね、ロケットか剣。はーい。オッケー。なんだ、ロケットね。ロケット。そっちね。オッケー。はいよ。部外者禁止。次、上からレーザー。はい。オッケー、助かる。あいよ。で、ここまでじゃないかな。騎兵召喚来ると思う。かな。オッケー。オッケー。さあ、ヘビはどいつだ。ヘビこっち、光ってるやつ。オッケー。お触り禁止。ヘビは任せろ。で、カニさんに気をつけて。あいよ。ナイス。ありがてえ。これ倒す。オッケー、ナイス。いいよ。いいよ。オッケー、いける。よし、タルタリア、タルタリア行きましょう。タルタリア行こう。え、マジですごい、めっちゃいい。いいぞいいぞ、いけるいける。よし、準備、行こう。行きましょう。お茶飲んで落ち着いて。せっかくのチャンスだ。左、本気を出して。そっち見てるね。そっち向くと思う。気をつけて。オッケー。俺は敗者に優しいからね。よし、まだそっちかな。あ、俺か。気をつけてね。もしかしたらそっち向くかも。実にいい力だ。もうそろ終わるか。オッケー、ナイス。部外者禁止。いいよ。俺の番だ。俺の番だ。で、これで終わらせられるかな。オッケー。いいよ。いいね。いいよいいよ。じゃあ俺左。はい。で、多分俺来るかな。あ、そっちだね。オッケー。だ、よし、いい感じ。気をつけて。水ね。ほい。やべ。はい。僕は追い合わせず。よし。うんうん。これか。大丈夫、大丈夫。うん、大丈夫。
じゃあこれで終わらせる。オッケー。よっしゃ、行きましょう。もう一回3周目行こう。クリアさせちゃおう。行っちゃおう。3周目余裕のクリアを見せてみせましょう。あ、残り時間26分。いけるね。いいね。いいよ、最高。行きましょう。さあ、ムービー私にちょうだい、お願い。ムービー私にちょうだい、オッケー。あざす。いいよいいよ、助かる。ちょうだいちょうだい。凡人、身の程をわきまえよ。さあ、何してくるか。最初多分正面。あ、違うか。オッケー、大丈夫。ナイス、ありがたい。オッケー。大地の噴霧は静まらない。よし、これどうしようかな。反対の方がいいな。これ向こう向いとこう。これもうダメージ減らない？うん、減らない。あざす、助かる。よし、今こそ全ての怨嗟を払う時なり。いくよ、カウンちゃんの出番よ。出番よ、頼め。足元大丈夫？よし、よし、オッケー、安全安全。あざす、早い。いいね、いいよ。さあ、ショーの HP が1になる時だ。そこ極まってるね限界まで命を削っていく。待つぞ。3周目クリアするぞ。クリアするぞ、もう絶対に2人生きて。ここまで欲に徹して。はい、 OK、 来ない、来てない、よし、来てない、よし、来た、 OK、 はいよ、大丈夫、はい、 OK、 来てない、危ない危ない、よっしゃよし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 よ。さあ、終わり。よっしゃ、オッケー。3周目クリア。クリア。よし、4周目行こう、4周目。オッケー、主営のところに集まってと。集まって。あ、やばい。やばい。いいよ、いいよ。さあ、4周目もクリアしちゃおう。しちゃおう、しちゃおう。いけるよね、全然、時間的にも。いける、いける。あと23分だから。お、いける。あと24分かな。あと1周と半分ぐらいはいけるんじゃないかな。うん。さあ、メンタマ。あ、やべ。いや、メンタマ。あ、落ち着いて落ち着いて。オッケー。射抜いちゃって。ナイス。オッケーよ。よし。給湯時行こう。行きましょう。ふぅ。いやー、いいいいいい。なんか、ボルテージが上がってきた。上がってきたね、これね。いいよいいよ。さあ、4周目突入でございます。突入でございます。行こう。ゴー。さあ、給湯時くん、いい子だよ、いい子。いい子、いい子。さあ、スタンプ。おーい、1回だ。うん、オッケー、ナイス、あざっ、助かる。で、ビーム。はいよ、ちょっと遅くなる。はい、これで終わる。オッケー、ナイス。これで倒せるかな。よし、いいよいいよ。さあ、無双の雷行きましょう。行こう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 。いやー、いい、やっぱ指定コンビしか勝たん。指定最強。指定はいいぞー。いいぞー。指定の絆。絆。ほ。よし。さあ、あれ服を着て。ちょっと待ってね。はい、頼んだ。オッケー。で、ここら辺にいればじゃんけんが来る。来い。オッケー。もう分かってんだ、君のこと。次の仕事は。さあ、開始。あー、会心が出ない。いや、大丈夫、大丈夫、大丈夫。今日の方で勝てく。頑張れ。これで OK！ OK！ ナイス！よし、じゃあ俺エンビっとこ。お願いします。もう氷じゃないよね、もう2連続来てんだよ、氷。大丈夫だよね、さすがに。大丈夫。よし、炎。あ、よし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 、炎。ついていきます。空気読んだ。 OK！ 終わった。 あざす。ポケットはぶ。よし、いいよいいよ。 OK！ あ、やばい、ラグってる。大丈夫大丈夫大丈夫、しばらく俺にしか狙わないから。オッケー、落ち着いて後ろの方から攻撃していただいて。はい、で、それだよな、大丈夫、分かってる。これしっかり避けて、次玄関来ると思う。はい、オッケ
あ、来ない。あ、違った。おぶね。ナイス。剣がね。よし。うん。おい、当たらん。ナイス。ナイスナイス。おさわり禁止。ここまで。オッケー。落ち着いて、大丈夫か。大丈夫だな。オッケー、倒しちゃう。オッケー、ナイス。ちょっと守衛来てくれる、守衛。守衛、オッケー。わかった。守衛ね。すまん、確実にたまらないマグー剣気で。オッケー。了解了解。次の仕事は。ね、これ3回スキルやったらマグー行って大丈夫だな。うん。オッケー、おめめ。目ん玉だけ2回打ち抜いてもらって。あざっす。オッケー。ナイス。オッケー。じゃあ行こう。マグー行きましょう。余裕余裕余裕剣気。余裕剣気。さあ残り時間が20分25秒っすね。うん。いける。あ、いけるいける。いや、めちゃくちゃ早いぞ。ほんとに。なんなら5周クリアワンチャンある。ワンチャンあるワンチャンある。うん。あ、これスキルいらないか。あ、いらない。オッケー。ほまれで。お願いします。気をつけてね、落下。はーい。よし。いいよー。はい。いいよー、いいよー。オッケー、ナイス。オッケー。ちょっと待とう。おい、このタイミング。ナイス。はい。もう一回。おい、このタイミングでジャンプしておけば大丈夫。いや、素晴らしい。おい。任せろ、技の誘発は。完璧すぎる。でこれでオッケー終わった。気をつけて。おーしょ、今日ぶね。ふぅ。さてと、下のちょっと守衛行かせてもらっていいですか。了解。おめめを射抜きます。うん。ふぅ、いいよいいよ。よし、順調。そうだ、確実にこれは守衛が必要だな。うん。守衛起きて。はい、起きて。起きて。もう寝てる場合じゃないでしょう。そうだよ、今もう大変な時期なんだよ。そう、もう早起き大事。もうすぐ、なんだっけ、あの、税務の関係が最高。よし。あー、ちょっといるかな。まあいいか、大丈夫か。大丈夫、大丈夫だ。うん、大丈夫。よし。ドゥルルッテン。あー、バイオリンのいい音。神曲や。曲やん。曲やん。あれなんだよね、やっぱりアビサルビショップのさ、BGM もあの、聞きたかったんだけどね、最後まで。そうだね、時間があれば。うちらが、ね、そう、うちらが強すぎてね。そう、いや、ちょっと申し訳ないよね。そう、盛り上がるとこまで聞かせてあげられないのが悔しいね。大体2分54秒くらいからがすっげえ盛り上がるんだけど、そこがね、聞けないっていうのがちょっと本当に申し訳ないところでございますね。把握してる。OK、慎重に OK ってと。爆発。この仕事は排除するべきですね。そう関係者。いいよ。いいよ。これ溜まるな。OK。OK、ナイス。ほいと。いいよ。もうちょい、もうちょい削る。オッケー、終わりかな。オッケー、もうちょい削れる。もう一回、もう一回。はい、よし、壁に。待ってね、これで落とす。オッケー、ナイス。あ、フィールド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 、気をつけてね。はい、ついていきます。俺は大丈夫。ふぅ、危ない危ない。あ、やべ、通り抜けちゃった。雷狙って、おーい、これ取れる。オッケー、いいよ。わー、いいねいいね、かっこいいかっこいい。でしょ、かっこいいの。俺もっと褒めな。だからそういうことを。ほんとね、そこまでいった大丈夫です。言っちゃダメなんよ、そこまで。漫才優勝みたいなことをさ、なぎちゃん先生が言ってたけど、うん、本当になんかそれっぽい感じになってんだよね。漫才優勝みたいになってんだよね。俺たち今、実はね、なぎちゃで漫才部分が裏で存在してる。じゃない、俺たち。はい、よし、ちょっと待ってね、何が来るかわからない。ロケット、ロケット、オッケー。次は上からレーザーさせる。はい、いいよ、いいよいいよ。上からレーザー。ナイス。はいよ。で、次、お礼のところに来ないように、レーザーさせます。助かりー。はいよ。で、多分次、上からレーザーかな。いや、多分この、いや、このレーザーは来ないから、上からレーザーじゃないかな。わからん。あ、それか。はいよ。あ、やば、外した。外した。はい。そっち行くかな。気をつけて。大丈夫、散々見たその攻撃は。大丈夫。そうだよな。そう、もうなぎちゃん先生一人で頑張りまくってたんだもん。でも本当にずっとやってた。オッケー、ヘビ俺の左、そっちね。オッ
ケー。次の仕事。オッケー。ナイス。危ない。オッケー。あざっす。折り紙が危ない。あー、嘘。あー、大丈夫。ごめんなさい。任せて。お願いします。クラゲが来てた。やーべ。待て。あれ？こいつ倒れた？倒したよな。大丈夫？あ、なんだ？大丈夫？待って、光ってるやつが消えた。え？どうなってんだこれ。嘘。光ってるやつが消えた。バグ？あ、どうなってんだこれ。バグ？バグ？ちょっと待って、おかしいおかしいこれ。倒せそう。え、なんだこれ。まだ終わってない。え、なんだこれ。倒せそうかね。いや、ごめん、死んだ。死んだんだけど、なんだこれ。うん、え、マジか。え、なんなんだろうそれマジで怖いなぁ。え、これとさ、審議していい？うん。え、これちょっとさ、なぎちゃれ、なぎさんにちょっと報告しに行っていい？いいよ。ちょっと待って、一回ちょっとごめん、タイマー止めます。はい。はい、ごめんね、みんな。一回ちょっとポーズ。私が、あ、やばい、あ、やばい。あ、12、はい。なぎちゃんに、なぎさんに。バグバグなのかこれは。いやー怖いねあ。で、騎兵が。死ななかった場合、騎兵召喚が。いや怖いねそのイレギュラー。違うのよ。もう一度からくりからでお願いしますとのことです。あ、本当。タイムはからくりに挑んだ時間からで大丈夫かな。からスタートでいいですか。ちょっと待って、これ無理なんだけど。どうやってやるの。どうやって調整するのこれ。あ、復活アイテムが戻りました。待ってねみんな。今ちょっと運営さんに聞いております。ありがとうございます。からくり挑んだ時間から、もう一度からくりからスタートで大丈夫です。オッケー、よかった、ありがとうございます。いや、今のはね、ちょっと意味がわからなかったんで、こればっかりは。申し訳ないです、皆様。ちょっと待ってね、今挑んだ時間が何時かをちょっと、把握します。お願いします。挑み始めた時間が少々お待ちくださいね。何もなかった、いいね。17分の15秒くらいかな。20秒にワープしてるから。はい。じゃあ、17分20秒からワープ地点からスタートします。はい。お願いします。17分20。ちょっと待ってね、みんな。これでストップして。あれ？はい。よいしょ。少々お待ちを、皆様。少々お待ちを。いや、マジ申し訳ないです。マジ申し訳ないです、これは。いや、でもしょうがない。イレギュラーすぎる。ちょっと今のはね、イレギュラーすぎたんで、確実に貫突効果使って倒したんだけど。やっぱ片方が死ぬとなんかそのタイミングで結構挙動がおかしくなりがちなんだよね。なりがちなんだろうね、きっと。ペアって難しいな、ここら辺。いろいろとバグ報告っていうのかがちょっと今もあったっぽいんで。やっぱあるんだなぁ。うん。よし、オッケー。じゃあやっていきましょうか。いきますね、はい、皆さん。もう一度いきます。17分20秒からです。お願いします。はい。よーい、スタート！スタート！いきましょう。気を取り直して。いきましょう。失礼しました。いきましょう。いや、もうこればっかりはうちらではどうしようもないからね。しょうがない。ちょっと待ってね。最初は何が来るかわからん。はい。レーザー、俺からか。オッケー。はいよ。こういう時こそ冷静に。うん。落ち着いて。次、剣か、なんか。剣だね。はいよ。ふぅ。ポイント。オーケー。いいよ。で、次、上からレーザー。はい。
遠距離レーザーだと思う。いや違うかな、分からんな。なんじゃろ。あ、ロケット。よろしく。こっちね。そっち。しっかり避けて。そして騎兵かな。騎兵だね。オッケー。一辺の真ん中で見て、俯瞰してみて。奥だ。オッケー。ヘビ狙い。ヘビ狙い。やべえ、クラッチした。あー、マジか。やばい、折り紙いる、折り紙いる、いるね。折り紙いる、ごめん。きついな、きついな。あかん。爆発で避けるのもありだよ。オッケー。次の仕事は、ガンオーテイ君のために相関化粧。あかん、危ない。爆発でしっかり避けて、最悪。クラゲ邪魔だって、クラゲ邪魔。オッケー、いける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 、これはいける。ふぅふぅふぅ、あ、やばい、冷静に落ち着いて、冷静に冷静に落ち着いて落ち着いて。オッケー、倒した、あーさっす。すいません、マジで。いえいえいえ、よかった。あー、怖かったよ。ありがとう、助かりやす。よかった。じゃあ、ナタリアのところで集合で。はい。いや、よかったマギちゃん先生、申し訳ねえ、ありがとう。練習しててよかった。いや、本当にありがとう。じゃあ、ちょっと武器も変えます。はい。ありがとう、ナギちゃん先生、練習しておいてくれて。めっちゃ緊張した。オッケー。まだね、4周目クリアまでの時間はありそう。うん。せっかくのチャンスだ。よし、右、左、俺右、そっちだね。俺狙い。こっち向くかな。そっち向くかも、気をつけて。大丈夫、攻撃し続けて。そうそうそう。一発目が当たんね。うわっと、危ない。ゆっくり見るわ。この辺で。さあ。よし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 。あぶね。オッケー、終わり。ナイス。よし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 。あぶねー。いいよ。あ、さあさあさあ。さあ、どっち行くか。多分俺の方じゃないかな。あ、違うか。違う。俺か。オッケー。あ、そっちだ。オッケー。はい。2回ね。よし。こっち見た。そっち向くが、なんだこれは。矢が出なかった。出た。オッケー。いや、とりあえず気をつけて。はい。これ終わったら行きます。オッケー、行こう。うわ、こっち来た、ね。気をつけて。そっち行ってるよ。離れれば大丈夫。オッケー。うん。これで終わりかな。よし、オッケー。いいよ、いいよ。さあ、竜王行こう、竜王。竜王行きましょう。さあ、これで4周目クリアまで行っちゃおうか。行っちゃおう、行っちゃおう。これで、許可。準備、オッケー。さあ、ムービーください、お願い。行ってください、お願いします。ムービーちょうだい、ジャックと竜王。オッケー。行った、ナイス。いいよ。うん。凡人、身の程をわきまえよ。はいよ。はい、正面、オッケー。ほいよ。これでオッケー。オッケー。攻撃しばらくよろしく。はい。もうちょいいけるか。ここまで、オッケー。そこまで。よし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 。ゴー、ゴーゴー、カウちゃん。行くぞ。行くよ。今こそ全ての怨嗟を払うときなり。なり、よしよし、よし、地面ちゃんと見て。あ、じゃん、地面ちゃんと見てね。オッケー、来てない。全部俺のところ来た。いや、すまんねえ。高まりすぎじゃない。すまんねえ。次の仕事は、やべ、会心が出て。大丈夫、大丈夫、よしよしよし、いいよ。時間はたっぷりあるからね。終わり、オッケー、あざっす。そうそう、こんな。さあ、落ち着いていこう、落ち着いていこう、こっからね。この地が貴様らの墓場となる。それで方向しても消えなかったら、オッケー。オッケー、消えたね。うん、消えた消えた、大丈夫。この仕事は排除するべきですね。さあ、避けに徹しよう。はい。オッケー、2つ来てるね。大丈夫、大丈夫、よし、来た、よし、いやー、ちょっと待って、危ない。
マイク。よし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 。いいよ。いいよいいよ。さあ4周目クリア。オッケー。やった。さあ4周目クリア。5周目行こう。5周目突入。よしよしよし。さあ守衛に行ってと。はいはい。これ昨日の記録塗り替えれるんじゃないか。塗り替えれる塗り替えれる、うん、落ち着いていこう。残り時間が11分。いけるいける。昨日が無双の雷までだったから。いや、給湯時倒して終わりだったかな。あ、そっか。あれ無双の雷、うん、給湯時倒して終わりだった。そっかそっか。そう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 。給湯時に沼りまくったのよ、ほんまにもう。そうだそうだ。よしよし。いや、4周クリアはでかい、マジで。でかい。で、和服に切り替えまーす。オッケー。オッケー。うん。いけるいけるいける。よし行こう。ゴー。あ、やべ。コアの目の前で。はーい。壁に張り付いちゃった。やべ、すまん。あ、回転回転回転。うん、大丈夫。今自分が作った、すまん。しゃあないしゃあない。こっから気をつけて。もう一回回転。はいよ、大丈夫。いいよ。ここで回転攻撃来るんじゃないの。オッケー、ナイス。いいよ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 。オッケー、急騰し超えた。雷行こう。よし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 。危ねえ危ねえ。いいよ。俺今、あ、やべしくったっていうのが分かったから対応できたわ。いや、よかったよかった。ちゃんとイレギュラーにも対応していく。ね、これ死んだら、死んだらっていうか、これでどこまで行ってだね。うん。うん。よし。行こう。ふぅ。ちょっと待ってね。はい。さあ、じゃんけんで頼む。おい、大丈夫、じゃんけんのはず。ここにあれば。オッケー。はいよ。はい。これで。よし。決勝開始。出て。よし。いいよ。オッケー、これで。いや、ナイス。伝説の祝福。いいね。いいよ。じゃあ俺塩ビで待ってまーす。はーい。オッケー、終わった。氷。氷。もう。まあ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 、まあ、大丈夫大丈夫大丈夫。まあ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 。まあね。やば。お触り禁止。はい。よしよしよし。いいよ。よしょ。落ち着いていこう。落ち着いて落ち着いて。しっかり見て。で、多分玄関が来るんじゃなかろうか。早ければ。あ、来る。早ければ。来た。いいよ。おい。クラワン。残念。ナイス。多分自己攻撃が来る。おい。いいよいいよ。オッケーオッケーオッケー。おい、はい、当たらなくてごめんね。ナイス、はい、チップ攻撃。オッケー、これで終わるんじゃないかろうか。おぶねえ。オッケー、ナイス。いいよ。よし、さあマグマグ剣気いきましょう。行こう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 。あと何分ぐらいある。あと8分。いける。よしよしよし、いけるいけるいける。アービサルもいけるぞ、これは。いけちゃう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 。余裕だよ。スキルいる。スキルはいらない。オッケー、困っといて。困るぜ。困っといてくれ。困るぜ。困るってなんだ。わからんけど。困っていけ。よしよし。ほい。さあ、昨日の俺たちを超えていく。超えていく。もうめちゃめちゃ超えまくってる。さあ、あ、いいねいいね、ストップ入ってと。はいよ。で、ちょっと待ってね。はい。オッケー。オッケー、ナイス。ほい。いいよ。いいペースいいペース。あ、そっちね。オッケー。うわ、めっちゃ顔ナイス。任せてもろて。ふう。アビサルビシャップ行こう。行きましょう。ふぅ、なぎなぎしてきた。なぎなぎしてきた。あー、いいよ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 。やっぱなぎチャレはなぎなぎしていかないとね。あー、なぎなぎしていかないといけないからね。あー、なぎなぎしてんね。してんね。オッケー、さあ、降りていこう。あ、爆発、あ、大丈夫か。大丈夫だ。あぶね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 。流れてきちゃったけど。流れてきちゃったけど、大丈夫かな、爆発って思った今一瞬。オッケー、開始出て。引き付けよろしく。はい、避けてと。で、爆発。ユリのように落ちなさい。オッケー。召喚化粧。ほいほい。オッケー、ここまで。会心出て。会心出て。
いいよ、いいよ。多分そろそろ終わる、終わった。オッケー、ナイス。もう一発、もう一発。よし、あー、2発目が当たった。待ってね、これで落とす。あ、フィールド、フィールド、フィールド。はいよ、あざす、助かった。よしよし、慎重に狙っていこう。うん、はい。雷を必要に狙う。オッケー、雷終わる。あざす。よし、ないいよ。ここからで避けてね。おい、もう狙ってと。いいよ。やべ、それね。よいしょ、ついていきます。はいよ。雷も見て、次の仕事は。雷も見ておいて。雷、私見てる。はいよ。オッケーオッケー、いける。フィールド、フィールドか。オッケー、ナイス。からくり行こう、行こう。時間大丈夫そう？大丈夫、残り時間5分。いける。いけるいけるいける、いける。5周クリア、いくぞ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 。チョウもいくぞって言ってる。いくぞ、ついていきます。風よ、よしよし、ついてきて。さあレーザー、オッケー、よしよしよし。次ロケットかな、上からレーザー、上からね、オッケー。次がロケットか剣。おい、ロケット、あいよ、こっち来た、そっち行くかも。うん、すまで、上からレーザーさせる。おい、固まってんな。もうよ、俺レーザーでいいや。固まるね。よしよし、でそろそろ騎兵かな。よし、オッケー、騎兵来るよ、気をつけてね。さあどうなるか。ヘビ、ヘビそいつね、オッケー。あー、危ない、危ねー、マジ危ない。あざ、オッケー、終わった、ナイス。オッケー、終わった終わった終わった。行こう行こう行こう、行ける行ける、タルタルいける、タルタルいける、いけるいけるいける。残り時間3分47。いける、タルタルいけるぞ。竜王までいけるぞ、いけるいけるいける。ふう、よし、左回り左回り、せっかくのチャンスだ、せっかくのチャンスだ。本気を出して俺を右回り、こっち見てこっち来るね。気をつけて、俺は敗者に優しいから、ね、しばらく攻撃しちゃっていいよ。はい、これで OK。 いいね、 OK。よし、バフくれ。あ、会心でない。はい、そのシールドを解け解け、やべ、次の攻撃で多分終わる。あ、終わんなかった、大丈夫、これそれで終わる。終わらない、よし、あれ、落ち着いて落ち着いて、ナイスナイスナイス、当たす。全然終わんなかった、よし。うわー、いきなり、ね、いきなり動くな。ラグか、あ、もう一回、もう一回、もう一回来る。オッケー、なんかお前ちょっと浮いてね、ついていきます。なんかちょいちょいおかしいな。まあ、とりあえず落ち着いていこう。はーい、満開満開満開させていけ。オッケー、ナイス。残り2分33秒、竜王いけるよ、いけるいけるいける、弱体いける弱体いける。さあ竜王行こう、行こう行こう行こう、焦らず焦らずに行こう、焦らず行こう。よし、はい、さあムービー来い、ムービー来い、私に来い。頼む、リュームービーそっちに行ってくれ、お願い。多分行く、よし、来た来た来た、いける、よし、いいぞ、頼む、ご周囲行きたい。大凶の力見せてやるよ、見せてやるよ。身の程をわきまえよ。もうトカゲの尻尾取ったから大丈夫。おい、ナイス。多分2回行動されるかも。あ、終わった、オッケー。大地の憤怒はもう終わりかな、静まらぬ。よし、ふう、いやドキドキ。さあ落ち着いていこう、落ち着いていきましょう。よっ、さあゴーゴーゴー、いくよカノちゃん。今こそ全ての怨嗟を払う時なり。さあお願い、
冷静に、冷静に地面を見て。よっ、来た。はいよ。OK。大丈夫。あとは任せた。はい。大丈夫かな。OK。あざす。助かる。もうちょいいけるか。ここまでかな。よし、OK。あざす。残時間1分。1分、いけるいける。いける。落ち着いていこう。落ち着いていこう。ついていきます。焦ったところで倒せる速度は変わらん。そう、いつも通りに行きましょう。うんうん、よし。部外者禁止、岩王帝君のために。しかとその身に受けるがいい。ここまで、はい、冷静にちゃんと見て避けて、はい、オッケー、来てない、来てないね。よし、来てない、よし、オッケー、来てない、よし、来た、オッケー、生きてる、あざす。残り15秒、いけるいけ、はい、いける、よっしゃー、もう死ぬおいやばい。ちょっとなぎちゃん、なぎちゃん、なぎちゃん、ちょっと真ん中、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 イエーイ、イエーイ、やったー。よっしゃー、5周クリア。見たかー。あー、やばい。うまっ。やばい。ちょっと報告だけします。はい、お願いします。あー、あー、やばい。もうなんか今めっちゃ手が震えてる。よし、5周クリア。やばい。いやー、最高だ。ちょっと報告だけしに行ってまいります。少々お待ちください。お願いします。これ行ったんじゃないか、マジで。あるんじゃないか、優勝。行ったんじゃないか、下手したらマジな話。マジで優勝あるかもしれん。ちょっと待って、これさ、本当に、本当にこれ5周クリアだよね。大丈夫だよね。みんなちゃんと見てた？大丈夫？数えてた？5周だよね。初優勝で、初優勝俺ら。大丈夫？いや、初優勝かどうかはまだ他のチームが分からんからあれだけど。5周いったうちは大丈夫だよね。あー、一回出よう、とりあえず。荒野に様だね。ちょっと待って。あー、やばい。5周で合ってます？よし、よし、リスナーさんもみんな、うん、5周って言ってる。よし。で、なんだっけ、異変のところでなんかおかしくなったっていうのは、うん。俺のアーカイブを見ていただければ、なんかね、おかしいっていうのがね、マジでわかるんで、ぜひそちらを見てみてください。うん、ちゃんとあるんで、証拠ビデオが、はい、あのね、光がさ、光の輪があるじゃん。うんうん、あれがね、なくなるんだよね。俺倒したはずなのに、そうで、なくなるんだけど生きてんだよね、あいつら。それちょっとさすがにね、どうしようもなくなっちゃうもんね。そう、あれびっくりしたんで、どうしようもなくなっちゃうもんな。はい、じゃあ、あとはあれですね、本番じゃねえや、集計を待ちましょうか。なぎさんの、配信を映しますので、少々お待ちください。はい、お待ちください。ちょっと待ってね。枠を出し、あ、待って、あ、やべ、あ、やべ、あ、やべ、大丈夫、やべ、やべ、やべ、ちょっと映っちゃいけないものが、あ、やべ、大丈夫、俺もね、さっき映ったから、大丈夫、大丈夫、落ち着いて、落ち着いて。やべ、ここでポンする、ここでポンする。いや、でもね、ちょっとね、アーカイブ見るとバレるんだけど、私裏でちょっとね、うん、ポンを3回ぐらいしてるから3回ぐらいポンしてるから嘘でしょ。後でアーカイブ見よう。ちょっとポンしちゃってるから。ちょっと待って、カルピスウォーター飲もう。うん、やばい、優勝って言われたら、優勝かなんか言われたら、順位言われたらちょっとカルピス飲もう。もう俺優勝の対象なんだけど。やばい、俺もう頭の中優勝よ。俺これでさ、もし優勝じゃなかったとしても、5位とか最下位とか言われても、俺もう優勝って気持ちでいくから、うん、俺も気持ちは優勝。うん、気持ちは優勝。過去最高のね、記録をね、更新できたんで。突効果強くないんで、まあ、単突が、一突がぶっ飛んでるだけ。これ今、なぎさんの枠出してるけど、見えてますか？大丈夫そう。音とか、セーブさえ見えてるかな。画面と音は大丈夫そうかな。本当にプレイヤースキルかな、とか、うん、今ゼロさんが喋ってる。まあ、ゼロさんがね、お話してる、ショーについて。ショーについて。
本当にね、クソですよ、トツは。2トツ4トツ。本当に、信じられないほどに今回のダメチャレではね、意味がないんですけど、でもここまでやれるんす。うん、やれるんや。あ、見えてるし、聞こえてる。オッケー、ありがとう。まずは、はい。さあ、来ましたね。集計、結果、5位から発表。第5位が、こちらになります。ちょっと待ってくださいね。ドドン。はい。はい。はい、さあ、ノエルさん、ヤーちゃん。まず第5位が、ノエルさん、ヤーちゃんさんペアです。いや、最後惜しかったんですけどね、途中。おめでとうじゃねえよ。お疲れ様です。ペアが講師まで、タルタリアまで。そうですね、あ、タルタルまで行ったんだ。ゼロ周あのね、タルタリアが水も雷も効かなくなるっていうのが、まあね、そう、きついよな、この2人は。うん、そう、あの氷が、正直、ちょっと待って、落ち着くわ、ごめんなさい。ちょっとトイレ行ってきます。あ、行ってらっしゃい。え、大丈夫?4位とかだったら来ちゃうよ。大丈夫か、うん、そうですね。ちょっとサクッと戻ってきます。はい。惜しかったですけれども、でも、ね、あ、音も少し、紹介じゃない、了解です。少々待ちを。HP150 でここまで行くのって。YouTube の音、こんなもんかな。大丈夫かな。本当に。トイレ行ってきます。上げるね、私はレイヤースキルがねすごい見せるシーンもかなり良かったので努力が見えたと思いますね。俺がとか難しいからな。タルタリアとかレザーとか使ってもここまでいけるとは思わないので本当にこれはすごかったと思いますし、あ、いけてるわ、大丈夫だ、うん、やっぱり武器もあまり強くない中、うんうん、かなり頑張ってくれていたと思いますし、本当にラップです思います。はい、これでは、第4位。やばいね、めっちゃドキドキするね、これ。やばいね。第4位が、やばいな。こちら、マスイさん、サキネルさん。マジか、マスイさん、サキネルさん、もうここで出てくるんだ。第2が、2周プラス、エンシェントビシャップということで。2周エンビ。わぁ、でも、大変だしな。いや、まあ、2周できてるのはすごいですよ。いや、最初の方結構、事故でスタートダッシュが若干遅れてた感じはあったんですけど。そうですね。うんうんうん。まあ、後半しっかりと途中から、そうですね。マジで操作難しいからな。素晴らしい動きが見ました。ですね。まあ、何より他のチームと比べてすごかったのは、やっぱりエンシェントビシャップじゃなくて、アビサルビシャップですね。アビサルがやっぱ安定してたのが、多分ここのチームは本当に強かったと思ってて。安定しましたね。そうですね。見てる限りは失敗する気配もなかったし、うん、まあ、片方から倒す立ち回りってちょっとなんかリスクあるのかなと思ってたんですけど、はい、意外とはちゃんとね声掛けしておそらく攻撃とか避けてたんだろうなというところで、ね、マジでドキドキ、はい、お見事だったと思います。やばい。片方倒してもう片方をあやかの爆発でワンタンキルしていくって流れが。全然次出てくるとかありえるからね、うちら。うん。他が上手すぎるからさ、鍵山さんとか。さん、松井さんペアとなります。はい、続いて第3位の発表ですね。第3位。第3位がこちらの方になります。ごめんなさい、間違えました。びっくりした、びっくりした、びっくりした。ボビーさんドッキンペアですね。めっちゃびっくりした。はい、いたしましては、2周プラスタルタリア突破ということで。そうですね。2周プラスタルタリア。コラセット。練習配信を見てる限りは、確かにミスがなければ5周いけるポテンシャルは、今3位。多分あって、たのかなっていうふうには思ってたんですけど、4位が増井さん、サキネルさん。やっぱりなんかまあ、あの3位の時に一瞬うちらが映ってちょっとえって思っちゃった。マジ、ああなるほどね、焦った。ただね、まあ、うん、え、結局3位は絶賛たちのチームでよかったんで、そうそうそう、うちらはなんかミスで映っちゃったみたいな。まあとはいえ、カンウがやっぱり要であるカンウで頑張って2周プラスタルタリアらしい。カンウ使えばなるほど、思いがちなんですけど、2周プラスタルタリアが3位、この絶賛たち。けるのも、うん、まあ、キャラの、OK OK、あの身長的な鍵山さんたちが怖いな。あるんで、どうなんだろうな、鍵山さんたち。必殺さ、9分くらいであのチームさ、弱だ、まあ、そう、一周いけちゃうの。うん。でもね、だからさ、マジで均衡してんだよね。そう、火力面では圧倒的に向こうのが上だから。圧倒的に向こうが勝って、うん、そうです、ね。だから、鍵山さんたちの可能性あるんだよな。親父がバカ強いんだよな。そう。怖すぎる。第3位という結果になりました。はい、それでは続いて第2位の発表となります。第2位が、いや、ちょっと待って、やめろ、渚さん、渚さん、第4位がこうやってクリティカル、待って待って待って、やばい、いや結構ね、やっぱアフィサルビシャップに苦戦してた。やばい、ね、マジ、そうですね、うん、あの、ま、何があったのかは、ちょっと分かるところ見たいなとは思うんですけども、そうですね、意外と、初出場で初優勝導けた、本当に嬉しい、まあ、お互
体ユニクロとは言いつつもおそらくウサギ伯爵で柱とか壊せたりするので、まあ実質近接みたいなところができる気がするんだけれども、やっぱり銃撃してる間に見えない攻撃が飛んできたのかなのか、やばい、やっぱそこが落とし穴だったのかなというところですよね。あいつのコーディネートね、結構こう、3周プラスタルタリアか、でも結構いってるな、危ないな、ラクダってところか。そうですね、理論上は多分めちゃくちゃ敵倒すの早い編成なんですけど、やっぱりいいところで早い、めちゃくちゃ早い、このチーム死んだ時の戻りが結構えげつないことが、はい、になってしまうので、ミスっても取り返しが早いからな。ちょっとそうなんだよな。それを加味しても、親父さん、影山さんペアが、3周とタルタリアまでクリアですね。あ、そうですね。はい。3周ですね。まあなんで、もう十分なんですけどね。いや、タルタリアのね、倒す速度がね、異常なんだよね。やばいやばい、一瞬。ガードされないっていうのもあって。一瞬なんだよね。そう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 。苦しい火力を出していたので。やば。アビサルビシャップの事故がなければ4周、アビサルビシャップでやっぱ事故るんだ。いけたん。いやでもきついよな。まあ、そこはな、事故る。そう、2人とも弓キャラだから銃撃してる間にあれが飛んでくるとかあるし。これもなぎちゃんがフィールド展開とか見てくれてなかったら確実に判断遅れてたから。はい。近接とね、遠近遠隔でいい感じだったかも。いや本当にありがたい。優勝、今回第3回なぎちゃん優勝したのは、こちら、はい、やったー、なぎペアとなります。結果ありがとうございます、ありがとうございます、初出場なぎちゃん師匠を優勝させてみせましょう、達成しました、ありがとうございます、本当に嬉しい。賞の火力もそうですが、カウの安定感といい、2人のコンビネーションが本当に、いやーマジそう、コンビネーションよ、コンビネーションよ、そう、コンビネーションよ、そのチームとしてのミスだったのかな、まあ最初なんかあったのかわかんないですけど、見てる限りはね、ノーミスだったんで、2人が死ぬことはなかったんですかね。そうですね、全滅はほぼなかった、ボスじゃないところで死んだね、ボスじゃないところで、主演のところでっていうね、まあ5周いけた、私もちょっとまあなんか意味のわからない死に方をしたからそこにしかないと思うんですけど、私も意味のわからない死に方をしたからね、やっぱり賞は賞で超むずいんで、まあシンさんだから使えてるっていうのはありますけど、賞が死んだのも、いやありがとうございます、そんな恐れ多いだけかな、恐縮です。そうですね、なのでまあ、例えばそこで翔が死んでしまうと、多分一人になるとね、結構苦しい状況も多かったんですけど、多いと思うんですけど、まあ、安定して翔で火力を出しながら、まあ、もし翔が死んだとしても、しっかりと残り少ない体力をなぎちゃん先生が削り切るっていう形で。そう。いや、そうですよ。そうなんですよ。そうなんですよ。からくりでね。本当にありがとう。いや、からくり2回ともいけたもん、私。そう、本当になぎちゃん先生がさ、ちゃんと自己練してたから、本当にいけた。本番に強かった。よかった。ありがとう。今回は本当に。よかった。っていうところ、ね、本当に代表の力、ね、優勝者はこの後インタビューがはい、先生、優勝者インタビューインタビューが来るらしい、はい、わかりました、皆様スパチャありがとうございます、ひなさんとか、味の素さんとか、はい、じゃあ、ライカさんとか、ミラーリング今聞こえてるのかな、食とわさんとか、新さん、なぎちゃん先生、よかったら、ちょっとツアーの方にね入ってきていただいてもよろしいでしょうか。はい、じゃあ俺たち二人とも行きましょう、行きましょう、はい、じゃあ行きます、歓迎、じゃあ結構ね、関羽強すぎっていう意見もあるかと思いますが、ぜひ皆さんね、関羽でなぎちゃでやってみてください。あ、大丈夫そうでしょうか。他のキャラに比べたら、確かにやりやすいっていうのは、俺も第2回で使ってます。ありがとうございます。思うんですけど、お疲れ様です。素晴らしかったですね。はい。やるぞ。いや、本当にもう、なぎちゃんと、なんだろう、カバーし合ってでし合っての戦いで、なんとかいけましたね。そうですね。見てる限り、ほぼほぼ、なぎちゃん先生に関しては、デスしてなかったように見えるんですけど。あ、そう。あんまり一回死んだかな？一回、竜王のところで、氷形態のところで死んじゃったんですけど。なんですけど、まあ、僕が、生きてたので、その後も竜王の行動がバグっておかしくなったんですけど、なんとか対応できて。確かに結構バグに見舞われてたと思うんですけど。うん、そうですね。一回実は自分も死んだんですけど、それもまたバグで死んだっていうので、あ、なるほどなるほど、バグだらけだったんですけど、何で死んだんでしたっけ、確かカメラで映してたんですけど、シンさんがやられちゃったところ、はい、からくりで死ぬっていうのと、からくりでなんかバグって死んだっていうのと、うんうん、あと遺跡守衛、貯めるときに、なんかあいつが、なんだろう、叩きつける、夢、時間、地面を、叩きつける攻撃が、
あいつさ結構遠くの方で叩きつけてんのに近くにいる俺に当たるっていう。結構バグが多かったみたいですけど、まあそんな中でもね、はい、片方が死んでもお互い片方がしっかりと倒しきって、そうです、補い合ってましたね。なぎさん、なぎさんのおかげです。いや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 。うまいことね、補い合ってやれたかなと思います。はい、いやでね、本当に初出場でね、初優勝なんで。はい、いや本当にめっちゃ緊張した。そうですよね、初めては緊張しますよね。うん。いやでも、うん、その中でもやっぱ練習もしっかりやられてた感じですよね、きっと。いや毎日1週間やってたかな、うんうん、おお毎日自分たちは毎日やって、でなぎちゃんは裏でもちゃんと自己練習やって、そのおかげでからくりとかもなぎちゃん一人で突破することとかが結構できたので、うん、本当に良かったです。本当に良かった、練習して。いやはい、結構ね、からくり缶で攻略するの、特にソロだとかなり難しいんですけど、うんうん、すごいですね。いや、ここも難しい。いや、結構練習ではもう本当に5、6回に1回うまくいくかどうかっていうレベルだったんで、うん、いや、本番の女神が、ですね。ついてたかなと。ちゃんと鳴神大社で大凶引いてきたんで、今日。そうそうそう。そう、試合始まる前に2人でおみくじ引こうって言って、引きに行って。俺が中吉引いたんですが。そう、私大凶で。すごいですね。そう、それはそれで、うん、逆進の力あったなっていう、うんうん、ありました。お聞きしたいんですけど、あのタゲ管理とかは結構どういう感じで意識されてたとかってお聞きしてもいいですか。タゲ管理、基本的にはショーでなくてって感じですか。ああ、そうですね、基本的には僕で、うん、カウで殴ってってカウの方に来るってことはなかったんですか。タルタリアぐらいかな。うん、タルタリアと、うん、あとあいつ、カラクリの、あの、ロケット攻撃。あ、そう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 。あの、ゲームやってからのロケット攻撃が来るくらいかな、それくらいかな。うんうん、あとは、基本的には来ない。うん、竜王のつららも、途中で、あの、なぎちゃんの方に行ったかな、程度でしたね。うんうんうん、で、あとはまあ、騎兵が、やばい。まあまあ、騎兵がやばいって言ってましたけど。そうそうそう。くらいかな。なんで、基本的に私はもう、後方で安全に射撃してたって感じなんですけど。うん、いや、シンさんのおかげですよ、本当に。素晴らしかったですね。火力にしても、かなり安定感のある二人組でした。はい、ありがとうございます。優勝おめでとうございます。ありがとうございます。祝杯でカルピスいただきます。いやー、素晴らしいものを見せていただきました。はい、いやいや、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。では、皆様失礼します。ありがとうございました。はい、失礼します。はい。で、YouTube のトもう一回出して、ふぅ、あーやばい、インタビューちょっと緊張した。いや、私はなんかな、何喋っていいか分かんなくなっちゃった。2倍速にしよう、2倍速にして。やべ、また変なもの映っちゃった。よし、じゃあちょっとカルピスいただきましょうか、ね、いただきましょう。モンスター、んちょ、モンスターエナジーいただけるって、なぎちゃん先生。え、なになになに、景品、モンスターエナジーいただけるって、景品らしいっすよ。マジ？やったー！マジか。そんなことあるんけ。ありがてえ。嬉しい。ありがてえ。いや、これでさらにバンバン絵描けちゃいますね。いや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 、そんな無理して描かないけどね。俺、あの、またちょっと差分書いていただこうかなって思ってるんで、よろしくお願いします。あ、頑張ります。また、また。あの、お願いするんで。こうやって見ると、二人組もいいですね。いや、面白かったですね。見応えありましたね、やっぱ。二、うんうん、人組面白かったです、本当に。なんか、うん、全然ソロとは違う戦い方だったんで、うんうんうん、なんか回数もね、新鮮すぎて、あ、こうなんだっていう感想にはなってたような気もするんですけど。またゾロさん来るんじゃないかな、次、親父向こう側から。なんか入れ替わるんだ。なと思います。もしか、俺とナギちゃんがあれかな、殿堂入り解説がありますか。いや、早すぎる、早すぎる。初優勝なのに。そうっすね。これ今、どうなってるはい。解説席もあって、これ何が起こってんだろうって。そう、よくわからんけど、すごいみたいなことしか言えない。いただきました、皆さんも本当にありがとうございました。ありがとうございました。また第回もお疲れ様でした。ということでこれで終わりですね。終わりかな。はい。お疲れ様でした。じゃあちょっと待ってね。お疲れ。ちょっとなぎちゃん今どこにいんの？なぎちゃんここか。隣にいる。いやこれ雨やんけ。そう、さっきね雷降ってたからね、ちょっと危なかった。あ、そう。そうそうそう。ちょっと待って。
リーウェイ行こう、リーウェイ。傍聴館行こう、傍聴館。そうだね。あそこで。傍聴館行こう。記念写真を撮らないと。そこで記念写真撮ろう、傍聴館で。え？いやー、いけましたね、5周クリア。まさかの。ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って。あ、はい、はい、はい、ですよ。危ない。またどうしたどうした、別の動画が流れ始めちゃった、さっき。配信が終わったから。あ、さやかさん、ありがとうございます。さやかさん、ありがとうございます。あ、そう、スパチャも。また別の動画が。私の方にもスパチャたくさんありがとうございます。ちょっと後日読ませていただきます。はい。はい、後日ね、しっかり、あの、うん、お前の分も俺あるんでね、ちょっとたまりに溜まっちゃってるんで。そう、読みましょう。読ませていただきます。いや、やばいな。雨降ってるんだけど。やばいな、これ。ちょっと待って、時間動かしますよ、うん、時間変えよう。うん。これくらいまでやればいいんじゃないか。いや、やばい、マジで。ありがとうございます。本当に。え、これ雨降ってる？降ってないけど、天気悪い。なんか天気悪いね。天気悪いな。なんか天気悪くない？ああ、だんだん晴れてきた、だんだん晴れてきた。晴れてきた、晴れてきた。よしよしよし。え、待って、翔くんなんかみなぎってるんだけど、カウン見て。みなぎってる。なんか翔くんカウン見てみなぎってんだけど。いや、あれから体力回復した方がいいんじゃない？ちょっと回復するか。もう終わったし。そう、終わったから、ちょっとちゃんとご飯食べさせてあげよう。うん、ちゃんと食べさせてあげよう。お肉いっぱい食べて。ハッシュドポテトであって、ちょっと夢も一個だけいただこうかな。お、記念に。夢も一個だけいただきます。私、かのちゃんのお料理作ってないぞ。作ってない気がするぞ。俺、400、1個あったから。今これで400個。杏仁豆腐1700個くらいあるから。多すぎなんだよな。私のぬくもりが少なすぎる。31個しかないことが。ね、まあ、トーマはさ、うん、ね、実装からあれだからね。まあ、そうなんだけど。うんでさ、実はこの配信ずっと姉貴も見てくれてて、姉貴が今スパチャしてきたわ。お姉さん、ありがとうございます。いやー、ほんとにね、泣きチャレで、初優勝っすよ、泣きちゃん先生。ね、ほんとに嬉しくて、もう、いやね、あの、めっちゃめんよ。え、もう、ペアがシンさんでほんとによかった。いやいや、これ、それこっちの当たりですからね、マジで。マジ、なぎちゃん先生じゃなかったら本当にここまでうまくいかなかった気がするのは絶賛だったらもう、何やってんだよお前っていう風に言ってたから。なぎちゃん先生で本当に良かった。ありがとうございますよ、組んでいただいて。こちらこそありがとうございました。もう本当に。うん。ね、そう。ショーとカウンはね、今ピックアップされておりますので。いや、カウンちゃんもうすぐ来るんで。うん、カウンはそうだね。そうそう、これから1月25あたりかな？かな？に来ると思うんでね。うんうん。はい。みんな。で、ショーは、まあ、あの、1と2がいいっす。1か、カントツか。あの、うん、楽しくなるけど、カントツ。超楽しくなるんだけど、まあ、現実的に見たら1と2でね、別にいいとは思うんで、で、カントツしたい方、一緒に頑張ろうな。超楽しいからね、カントツ。そうそう、カンちゃんもね、無凸でこの強さなんで、本当に。無凸でこの強さ。で、持ってる武器も、当局っすもんね。そう、当局なんだけど、まあ、でも、単造武器でも、同じぐらい火力出るんで、うん、はい。マジで。マジで強いんでね。うん、当局の無凸だよね。無凸だよね。そう、無凸、無凸。うんうんうん。いいぞ。で、こんだけね、火力出ますので、ぜひぜひ。ぜひ、引いてください。見てはいかがでしょうか。そうそうそう。反則かな捨て間じゃないよ。じゃないけどね。やっぱり、自分たちのね、使ったキャラクターだから愛着というものが。そう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 。ぜひみんなに使っていただきたいみたいなね。うんうんうん。そういうことよ。そういうことよ。いやー。うん、ありがとうございました。いやもう本当に。大丈夫？もうなぎちゃん、なんか言い残したこととかない？え、もう言いたいことがありすぎてわからん。いやでもとにかくも応援してくださった皆様にありがとうございましたと、もう、うん、一緒にね、頑張ってくれたシンさんにもありがとうございましたと。うん。いや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 。そんなのありがとうございますよ。こちらこそ。なぎちゃんのね、おかげでここまで来れたんで、また焼きそばを送ってください。え？また、あの、焼き肉でもいいですよ。軽い。うん。え？女の子におごらせちゃうんだ。え？ふーん。ああ、そっか。まあ、そういうとこだよね。まあ、そういうとこだよね。パンケーキとか好きですか？パンケーキとかさ、あの、ケーキとか、どうです？好きですか？あの、なぎちゃん先生。あの、こっち、結構ね、いいケーキ屋さん知ってるんですけれども、いかがでしょう？いや、あれだな。ジョジョ園行こうか。ジョジョ園でおごってもらおうかな。割り勘で行きましょう、割り勘で。もうなんか俺らさ、漫才の方に行くの、漫才するのか。そうそう、なんか急にね、こういう感じになるんだけど、まあ裏でもね、ほんとこんな感じなのよ。
本番中もこういう感じになったから。そうそう。なんか持てないんだよって。裏でも本番中でもずっとこんなん。ずっとこんなん。いやー、ね、本当最高だったな。うん。なんかこの一週間ね、本当毎日シンさんと練習してたから、めちゃめちゃ仲良くなれたなっていうのもあって。よね、普通に。なんか時々さ、今みたいな感じで、なんだろう、タメ口でさ、普通に話しちゃってるもんね。そうそう。いや、もうタメ口でいいんで、本当これからも。これからもタメ口でいく。はい。仲良くしましょう。はい。仲良くしましょう。ちょっと、じゃあ俺はカルピスいただこうかな。そうだね。私もちょっとお茶飲んで。え、お茶ある手元に。あるよ。あります。ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って。お。一緒に飲もう。お。乾杯しますか。視聴者の皆さんも。乾杯しましょうか。乾杯しましょう、乾杯。うんうん。よし。なんて言おうかな。え。なぎしんウィンありがとうでいいや。逆逆、しんなぎ。しんなぎ？いや、なぎしんの、なぎしの方がよくない？しんなぎのがいいの。しんなぎの方がいいの？あ、わかりました。じゃあ、しんなぎね。しんなぎウィンありがとうでいこうか。はい、わかりました。はい。じゃあ、皆様、手にね、何か飲み物など大丈夫でしょうか？お持ちになって。持ったかな？大丈夫ですかね？はい。では皆様、飲みますね。いきますよ。いきまーす。はい。なぎしんウィン、ありがとう！ありがとう！乾杯！乾杯！KP、KP。むせた。変なとこ入った。なんでむせて。変なとこ入った。なぎちゃん先生がむせたとか言うからさ。俺もむせるやん、やめて、ちょっと待って。変なとこ入った。いやーマジ、最後までグダグダだな。あ、本当に。なんで最後こんなグダグダになるん？おぶね。なあ、むせたとか言うから本当にやめてよ。俺も結構期間入る人間なんだから俺やめて。いやー、ありがとうございました。いやもう本当にありがとうございました。いや楽しかったなー。いやー、めちゃめちゃ楽しかったわ。またね、こういった機会があったら、また、俺と凪さんの組んだペアは最強になるんだろうな。いやー、ここは、引き離される運命なんじゃない？ここはもう最強すぎるからってことね。そう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 。そんな気がする。次はライバルかもしんない。うん。あー、なるほどね。そうなったらもうボコボコにさせてあげますわ。いや、もう絶対、うん、いや、もうボコすんだよ、私が。いや、かくれんぼで俺を見つけられなかったというのに、金庫のろを使って。いやいやいや、22秒で見つかったシンさんが言うことではない。いや、その22秒で見つかったやつ、ここに残ってねえから。思ってた感じでね、ちょっと裏でもね、かくれんぼで遊んだりしてるんですよ。ね、二人でやってね、かくれんぼで。そうそう。ちょっと二人でさ、ちょっとかくれんぼやって終わろうや。かくれんぼやって終わるの？いい、いいよ。かくれんぼやって終わろう？いい、いいよ。わかった。ちょっと参戦やろ、参戦。参戦やって終わろう。いいよ。いいよ。よし、参戦やろう、参戦。締めのかくれんぼね。これね、二人でね、やれるんだよね。そうそうそう。そうそうそう、これ二人でやれるから、まあ、それでやってたんだよね。そう。二人、あっという間に終わるけどね、ほんと。うん。いや、あっという間、いや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 、そんなこともないでしょ。いや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 。いや、私ね、昨日、この間ね、鍵山さんたちと一緒にかくれんぼやってね、ちょっと上手くなったはずなんで。ん？大丈夫。あ、ちょっと待って。原神の音がないな、私。無音になってるかもしれない。あ、大丈夫？ちょっと待ってね、じゃあ。OBS 開いてと。ちょっと待って。うんうんうん。あ、OBS の方か。あ、待って、ゲーム音も違うかもしれない。いや、こっちだな。大丈夫？ OK。OK。ちょっと待ってよ。じゃあ、これですね。大丈夫だね。そう、これね、我々二人ともね、かくれんぼ雑魚なんでよろしくお願いします。いやー、やばいよ。やばいよ、俺たち。さっきまでね、すごいいいプレイしてるなって思われてたかもしれないけど、ここで一気に変わるからね。そう。こいつらマジド下手くそやなってなるから。なるからね、本当に。こういうことになったら、こいつら雑魚なんだなっていうことが。そう。わかると思うんで。さあさあさあ。まあまあまあ。20秒ぐらいで見つけれるっしょ。余裕余裕。いや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 。余裕余裕。30秒は持ちこたえるよ。30秒は。30秒か。うん、行ったね。行ったな。待って。よし。さあ、あと1秒だよ。はい。ゴー！あ、まだだった。ゴー！さあ。さあ、見つけられるかな？
む。むむむ。さあ、どうかな？これは。あ、これいけないか。さあ、20秒はもう経ったね。よし、20秒は経った。よし、勝った。これ勝ったってのはおかしい、まだが。あ、待って。まだ勝ったってのはおかしいけど。これ登れる？あ、登れた。よし。いやいやいや。次の仕事は？どこだ？行くの？どこだ？あ、ここまでしか行けないんだ。あ、そうだね。そこはそこまでしか行けないね。なるほど。そういう行動してるんだね。よっ。どこだ？おりゃー！さあ、もうすぐ1分。よし！ 1 分分かった。次の仕事は？おりゃー！いや、でもおるんだよな。どこに？いるんだよな。どこに？よく見ろ。よく見ろ。どうぞどうぞ。よく見て、よく見て。よく見ろ。いや、いるんだよな。あ、いない。お？どこ？どこ？そうか、これ見つけられないんだな、なぎちゃん先生。どこだ？どこだ？これが一緒に苦難を乗り越えた友だとは、なかなか恥ずかしい。いや、もうこれはマジでジョジョ園おごってもらわんと許さんの。許せねえよな。これは飛んでる時はできないのか。おりゃん。おりませんな。おりゃん。これはどこまで行ける？こっちまで行けるのか。ここまで。どこだ？よく見ろ。どこだ？大丈夫かな？見つけられるかな？どこ？いないね。うわ、やべえ、それは無理だ。そこの場所は無理だ。ふぅ、近すぎる、それは。ついていきます。しー、いや、いや、もう爆発なしで行こうや。爆発使ったらさすがにバレるよ。それはずるいよ。いや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 、やっぱ感知の輪って雑魚だな。感知の輪って雑魚なんだよね。そんなものをまだ使ってるだなんてお恥ずかしい。感知の輪雑魚なんだよな。ここ、あ、いや、あ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 、まだつけられないの？俺のこと。いたー。あ、待って、間違えた、キャラ画面開いちゃった。待って、他くんってどれだっけ？あ、いいか。あ、ねえ、どっか行ったんだけど。ねえ。でも何やってんの、バカ。どっか行っちゃったのかな、ちゃん先生。俺のことも見つけられないの？どっか行っちゃった。さっき見つけたとか言ってたくせに。いたのに、いたのに。いたのに。どこにいたのかな？ちょっと。あ、うわ。まあ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 。まあ見つかったー。まあね。よしだよ。まあね。こんなもんですよ。まあまあまあ、次ね、この3分20秒以内に俺が見つければいいだけの話でしょ。まあ余裕よ。こんなの。なかなか時間かかっておりましたね。3分20秒ですか、一人相手に。いや、あそこのポンがなければ3分ぐらいだったもん。ポンのことをまだなしのしようとしてるだなんてお恥ずかしい。ポンしちゃったんだもん。元素爆発まで使って恩恵の力まで手に入れたかったのに。やべえ、ここタヌキがうるせえところだ。出た、ちんどんタヌキくんが。しかここさ、初めてじゃない俺ら。初めてだ。うん、やってない。まだやったことないや。初めてだよな。どこ隠れれるんだこれ。これ2000でいいか、別に。これ2000でいいや。これ3分20秒以内に俺が捕まえられれば俺の勝ちってことでしょ。よし、いやいやいや、余裕任せてもろて。待って、これなんかめっちゃ天気悪いけど雨降ってきたりしないだろうな。大丈夫だよな。これ雨降ってきたらさ、湿潤でちょっとバレるんだけど。あ、どういうのあんのこれ。ある気がする。結構バレやすい。湿潤でバレるのかなこれって。なんか濡れてるエフェクトが見えちゃうんじゃないかな。あ、へえ、そうなんだ。それ初めて知った。わかんないけど、いや、やっぱこれだよな。そう、何、3分20秒以内に勝てばいいんだな、俺が。よし、何に変装してるかもわからないというね。そもそもあなた、俺とやるときさ、変装したことなくない？いや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 、そんなことな、渚、俺とやるときさ、変装してなかった気するんだよな、そもそも。そんな、そんなバカな。
さてとどのあたりかな。ほう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 、んどのあたりだ。ほう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 、いや待てよ、あったけえな。待てよ、さあどこにいるのかな。いやまずは上から俯瞰してみよう。上から俯瞰してみて全体を見渡してみて、見渡して見えるのかな。ん見えるかな。あだだ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 だ
気のせい気のせい気のせい超気のせい何か今音がした気がするよ超気のせいだよ超気のせいだよちょ調整が難しい難しいって何か今音がした気がするが気のせいだよなどこだ、うん、え、マジでわからんのだがあへっへっへ本当に3分20秒で捕まえられるんだろうかこれは大丈夫かないや3分20秒以内に捕まえられるけどねさすがに大丈夫かなあなたのことなんてサクッとちょっとえ、ちょ、これさ。ん？上か。危ない、危ない。なんだ。ってなったら、このあたりだな。このあたりで、ありがとうございます。もう、俺、真下にいるのよ。やべ。セットしてる、俺も。任せて。はい。ね、どこにいるの、あなた。さ、姿を現しな。やべ。あら、そこにいたの？あ、ちょっと待って。やべ。ほ。そこにいたの、あなた。へぇー。やべ。ほ。60秒間捕まえられるんだよな。やべ。あれ？あ、えへへへ。ほ。あ、いた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 。さ、頑張って逃げなさい。さ、頑張って逃げなさい。俺残り10秒だったからね。俺残り10秒で捕らえられた。残り10秒で捕らえられたから、ここで捕まえちゃったらちょっと面白みがないかな。どう思う？無理だった。ねえ、なぎちゃん、どうよ、なぎ。遊んでんじゃないよ、ちょっと。どう？ずっと見つけられてるね、あなたね。あ、お疲れ様でした。よし。遊ばれてる。俺たち。遊んでやがる、こいつ。勝っちゃって、ごめんなさい。ありがとうございます。ああ、もう二度と一緒のチームになることはないね。ああ、うん、楽しかった。だいたい俺らってこんなもんなんだよ。そう、そうなの。ああ、楽しかった。楽しかった。最後にあんたやります？何か。やらない。やらない。やらない。もうやらない。悔しいのか？怖いのか？俺に負けるのか？もうやらない。あなたとは遊ばない。おお、あなたとは遊ばないってどういうことだ？もう俺が嫌われたみたいなやめろ。試してみないか。みんなからお前も言われてんだけど。ああ、楽しかった。楽しかった。いやー、ありがとうございました。いや、こちらこそ。いや、本当に。めっちゃ楽しかったわ、最後まで。ねえ、楽しかった。じゃあね、また、この後、鍵山さんが、うんうん、バー、アンバーを開店されるそうでして、24時から。そこでね、まあ、また自分たちも、また、なぎちゃるのお話になるのかな、うんうん、まあ、わからないけど、ちょっとそこ参加しようかなって思ってるんで、俺は。なぎちゃんはどうする、うん、私も行くかも。うん。24時頃から開店、バー、アンバー行くということで。行くかもということで。うん。うん。ぜひ。なのでね、皆様よければ、鍵山さんの配信の方にもね、ぜひよければ、時間あれば、そうそうそう。行っていただければなと思います。裏話的なものがね、聞けるかもしれないんでね。うん。うん、はい。ということで、今日のね、自分たちの配信は、この後でね、終わろうと思います。はい。いやー、なぎちゃれ、優勝ありがとうございました。ありがとうございました。もう本当に楽しかった。本当に。楽しかった、うん。いや、応援のほどありがとうございました。なぎさんも、うん、本当にありがとうございました。なぎちゃんも。こちらこそ、ありがとうございました。ありがとうございました。うん、ではでは、またね、明日以降、俺は動画あげるかな？配信かな？かな？わからないけど、心境らせんか。なぎちゃんは、しばらくは、配信の予定は、ないかな？とりあえずないけど、来週どっかで魔人任務とかやるかもしれないかな？っていう感じらしいですので、うん、なぎちゃんのね、はい、チャンネルの方もチャンネル登録、よろしくお願いします。高評価よろしくお願いします。お願いします。
はい。ということで、うん、ありがとうございました。ありがとうございました。はい。お疲れ様でした。ワンナップしてんね。お疲れ様です。お疲れ様です。またね。じゃあね。ありがとう。